それじゃ あの先生よろしくお願いいたします、はい、お忙しいところありがとうございます。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。あのお手元に資料もあの配っていただいているというふうに思いますが、これ大丈夫ですか？入ってます？はい、そうですね、あの今日お話しさせていただく内容はあの正直私にとってもやや懐かしいというかですね、あのここのところあのこうした研究からちょっと離れてきていたというか、その、まあ、別の言い方するとあの10年前にはならないと思うんですけれども、それぐらいまでは割とこういうことを主にやっていたというところなんです。で、あのもともとあの自分自身の博士論文の時に、地方文献の、研究をしまして、でそのことがきっかけで自治省について調べて、まあ、自治省の源流をたどって内務省というようなことで、まあ、やっぱりあの戦前から戦後の官僚制のつながりっていうものに対する興味から、発展してきたものだということになります。で、あの先ほどあの、その当時あの出したあの本についてもご紹介いただいたようですけれども、基本的にはあのその本で、の時に研究したことが中心になって、で当時はあの、まあ、だいぶあの自治省ももちろんそうですけれども、警察省だったりとか文部省だったりとか、あるいは、まあ、厚生省とかの多少もいましたが、あのそこそこですね、官僚の、キャリアパス、つまり、まあ、どうやって出世していくのかっていうのをですね、あの事務次官になった人はもちろんそうですけれども、局長クラスとかでその戦後の時からずっとそれをこうデータを集めてですね、あとさらにはそういう人たちが、どこにその天下っていったかということをその見て、あのまあ手法的には政治社会学ということになるんだと思うんですが、国家のその機構について、人事を通じて見ていこうと。で、まあ、官僚制はよくやりますが人事が万事っていうような感じでですね、あのやっぱりまあエリートで言えば典型的には東大法学部を出て、その中でそのどう官僚制で出世していくのかということがかなり中心的にありますし、あの、まあ、例えば単純に事務次官になるという時もその前のどこの局長ポストから事務次官になるかとかですね、やっぱりその変化があったりとかなかったりとか、あるいはその局のその順位付けっていうかですね、あのいうのも読み取れてきたりするっていうのがあるわけですね。だから、まあ、国家の意思であったりとか、国家が、まあ、何をどうやってやろうとしているのかっていうことについて、その出世の仕方とそしてその後どういうところに天下っていくのかっていうところで、まあ、あの官僚は結局辞めてもその後の、まあ、前川さんに対しては割と例外的な人なわけですね。まあ、彼はあの、まあ、育ちがいいって言い方をしていいのか分かりませんが、あの食べるのに困る人ではないところから来ているというのも当然あると思うんです。まあ、それだけその気概がある方でもあるんだと思うんですが、あのなのでその、まあ、ご自身はあの天下りなんかはしないで夜間学校で教えたりとかですね、そういうようなことであの行くわけですが、あの、まあ、そういう人もたまにいますけれども、基本的にはやっぱり辞めた後も面倒を見てもらうというかですね、まあ、ていうかもっと言うと官庁というのはその内務省系に限らずどこもそうなんですが、あの出世すればするほどリターンが大きくなるっていう形によって忠誠心を担保しているわけですね。つまりその出世競争の中で上司の意向であるとかその政治家との関係をうまく取り持って、それでその出世コースに乗って上がっていって最終的にはもうだんだん細っていくわけですよね。あの出向に出されたりとか、あるいはまあ自治省の系統で言えば、まあ、対外地方にもうみんな行くということになっていくわけですけれども、最後に中央省庁のところで残って、局長になる、そしてさらには事務次官レースまで勝ち残ったっていうようなことになると、
その後の、まあ、リワードっていうんですか、そのご褒美がまたさらに大きくなるわけですね。でそれはだから私自身もその天下りについて、まあ、実はこの研究した前にあの郵政省についても研究したことがあって、でそれはそれでまた面白かったんですけれども、あの郵政省の天下りのパターンとかっていうのを見るとですね、あのいろんなものが見えてくるっていうのもあるんですが、まあ、いずれにしてもあの出世した人は最後までいいポストを回っていくということ でそれがだから、まあ、局長まで行かないで局次長だとかあるいは地方で終わったっていうようなことになると、まあ、それなりの面倒しか見てもらえないというようなことになるわけですね。だから出世競争っていうのは単にどれだけ粘るかっていうことじゃなくて、やっぱりその後の、 あの次があるかどうかっていうことに関してもですね、相当大きな あのあれが出てきますし、逆に言うと官僚の序列っていうものは非常にそういう意味で重要なので、あの決してなんていうんですか、たまたまとかですね、適当にそうなったっていうことはないわけですね。かなりそういうところでは意思がはっきり出ると、いうようなことがあるというふうに思います。で、まあ、そういったような研究をしていたことをベースに、今日はまあ若干そのデータについてアップデートしたものも含めてですね、あの話をさせていただきたいんですが、私自身がそのあの、まあ、今日のタイトルで日本の官僚制内務省の戦後そして現在ということなんですけれども、あの日本のあのまああれですね、もう一個ちょっと余談というか入り口の話をすると、あの社会科学者っていうのはみんなそうだと思うんですけれども、あのまあそうですね、社会科学者の場合そうだと思うんですが、自分が嫌いなものを研究するか自分が好きなものを研究するかっていう、大体どっちかに分かれるんですね。で、まあ、自分が好きなものっていうのは大体自分なんですね。だから自分が好きな人というか自分に興味がある人は、例えば自分がこういう出身だとかですね、あるいはまあ例えば典型的に言うと、まあ、私なんかもよく関わっている大学の院生なんかだと、その自分自身がその、例えば、まあ、留学に来ているとかいうようなことになると、やっぱり人の移動に関心があるとかですね、自分自身の問題意識だったり自分自身の生きている経験に興味があって、そのことについて、まあ、もっと知りたい、まあ、ある意味自分探しじゃないけれども自分を突き詰めていきたいというふうになるか、それとも自分が強い反発を抱くものを研究するかっていうのは割とあるというふうに思っていて、私はもう明らかに後者なんですね。とにかく自分が何て言うんですか、なんかこれ嫌だなと思うものにあの興味があるっていうのがあるので、まあ、そういう意味では官僚制が嫌いというか、官僚制のまあ、圧迫感っていうんですかね、あの硬直とかそういうものが好きではないっていうのがあって、それを研究して、で、まあ、その後小泉さんがその政権について新自由主義だ靖国参拝だなんだってなっていった中で、まあ、もっとナショナリズムとかですね、あるいは、まあ、グローバル化とナショナリズムの関係とかっていうのに興味が移っていって、それでまあ結局よく考えあの気がついたら安倍政権に反対してたみたいな感じであの行くんですけど、個人的にはだから常になんかこう病理っていうかですね、これはやばいぞっていうものが割と関心があるというところで、始まっています。でこの時その内務省っていうものを特に見てみようというふうに思ったのは、あの日本の保守主義について考えたからというのがまずあるんですね。あのつまり保守主義っていうのは一体どんなものなんだろうかということを考えた時に、あの日本の場合には、国家の権威のもとに保守的な価値秩序へと国民を統合しようとするというのが大きな特徴で、あの私はこれを国家保守主義というふうに言ってるんですが、日本の保守主義というのは国家と切っても切り離せない。でこれあの皆さんあのおそらくですね、何を当たり前のことを言ってるんだというふうに思いになると思うんですけれども、当たり前じゃないんですよ。というのはアメリカの保守主義は反国家なんですね。あの結局建国の理念からして、そのもともとそのイギリス政府の圧政に対抗してというところから言って、で、まあ、トランプみたいなのも保守主義っていうことになるわけですけれども、連邦政府だったりとか銃の規制をしようとするとか表現の自由を規制しようとするとか、あるいは市場に介入しようとしたりするようなあの国家の介入っていうものを大変嫌うのがアメリカの保守主義の伝統なんですね。だからあの保守主義って一応に言っても、一体国家との関係がどうあるのかっていうことで言うと、決して日本型の国家保守主義っていうのは私が呼んでるような
あの国家を中心とした、で、まあ、日本の場合戦前であればよりそれがはっきりと広告日本ということになるわけですけれども、そのもとに国民を統合しようとする形の保守主義で、それもしかもその、保守的な、つまり全近代的な価値秩序を再構築してそこに統合させていこうと。つまり統合というのは平たく統合するんじゃなくって、序列のついたまんま、今でも上級国民とかって、まあ、言ったりしますよね。世襲の3代目4代目の部長だなんて出てくると、まあ、それがはっきりしてるわけですけれども、それは全然壊すのではないわけですね。だけれども近代国家なんだけれども、それが前近代の、まあ、王政復興による明治維新という、よく考えると相当矛盾のある話なわけですが、王政を復興させて維新というのは改革というか、こう要は一新することを意味するわけですから、復古的なその改革っていうんですかね。だから実はその今もですね、あの維新の会ってありますよね。あれあの英語名っていうのが定まりにくいわけですね。最近はなんかイノベーションパーティーって言ってるみたいなんですけど、ジャパンイノベーションパーティーだけど、まあちょっと前まではですね、本人たちがそう呼んでたのか知りませんが、英語の文献だと普通ジャパンレストレーションパーティーって言ってたんですね。つまり復興させる、レストレーションっていうのは、まあ、レストランと同じですけど、要は食べて元気が出るから復興するっていうので、あのレストランっていうわけですけど、リストアするっていう、まあ、コンピューターでもありますが、それの言葉と同じで、レストレーションっていうのは、まあ、要は復旧させる、復興させるっていう意味なんですね。でしかし最近はそれじゃあどうもなんかあの格好がつかないっていうんで、そのまあ維新ということで言うと本来は新しくするっていう意味ですからあれなんですけど、最近はイノベーションという言い方をしていると。まあ、つまり明治維新、王政復興による明治維新というのはそういう二面性を持ってて、一方ではマックス・ウェーバーが言うような近代国家というものを作って、その試験によって優秀な人を採用して、その人たち その能力によって、まあ給与を与えて、それでその国家を運営していくというような、まあ、近代的な官僚制というものを構築するんですけれども、しかしそれを支える価値観、その制度を支える価値観に関しては復古的なもの、つまりあの天皇を引っ張り出してきて、その下であの序列を作ると、まあ、先ほどもちょっと田中さんがお話になってましたけれども、直任官とか総任官とかの違いがあるわけですね。最高裁の長官だけは、まあ、形式的に天皇が任命するという形になっているのは、それはもう天皇陛下から直接任命を受けるっていう人はもう選ばれたごく一部しかないということになるから、三権の長ぐらいにならないとそれはないわけですね。そうやって待遇を序列化することによって国民統合を作ってて、あんたは大体これぐらいというような形で、でまあそれがしかしあの広告日本のために死ねば靖国に英霊として祀られて天皇陛下が参拝してくれると、そういう仕組みでやっていったということになりますね。で、まあ、そういったようなことがあの国家保守主義というようなことで、あるんだと思うんですけれども、で、まあ、あのちょっとレジュメにもいろいろ書きまして、あの細かいことはまた後ででもご覧いただけたらというふうに思うんですけれども、日本の場合にはいくつかその、 あの国家保守主義の特徴っていうのがあるわけですけれども、下線引いたところなんですが、究極的には社会や政治の中の多元主義や自由主義を拒絶し、国家が価値や知識の、独占的源泉として存立することに依拠する保守社会の構造だと。つまりあの広告日本、これ教育直後は典型的なあの例になるわけですけれども、教育直後っていうのは、あれですよね、1890年に出てるんですね。で実はあれ 裏大日本帝国憲法なんですね。なんでかって言ったら、あの国会をその民選議員を設立しなきゃいけない、要はあの自由民権運動に押されて、その明治政府の側がじゃあ議会を開設するっていうことを10年後にやるよって約束しちゃったわけですよね。でその10年後はいつかって言ったら1890年なわけです。で1890年に向けて議会を開設するってなってくると、議会を位置づける憲法がないと、その天皇大権だけではいかなくなっちゃって、天皇と帝国議会の関係をどうするのかとかっていうようなことを整理せざるを得なくなるということになりますから、まあ、憲法っていう名前がついた憲法は今回初めてなんですけれども、あのその前から何度も明治政府は実は憲法に該当するものを作っては失敗してっていうことを繰り返していたんですね。で今度はだから、まあ、プロイセンに学んで、明治憲法を作るというので、
その帝国議会開設の1年前の1889年に憲法が間に合って作って出して、でその翌年に帝国議会が開設されるわけなんですが、で今から見ると明治憲法っていうのはさまざまな欠落というか問題があったわけですけれども、当時としてはやっぱりそれなりに真面目に作っていたっていうのがあるわけですね。当時の水準からすると別に立憲主義から大きく逸脱したとか、だから今でいう自民党の改憲草案みたいな箸にも棒にもかからないものよりはるかに真面目に作ってるわけですよ。でそういう明治憲法っていうものがあった時に、当然のことながらその臣民の権利や義務も書いてあるわけですね。一応だから権利の焦点に該当するものもあるわけです。でその中で条件とか制限はあったりしても、例えば信教の自由とかも一応あったりはするわけですね。ただまあいろいろとこう落とし穴があるっていうところで形骸化が進んでいくわけですけれども、でそういった時にですね、裏憲法として教育勅語が出たっていうのは、こうやってまあ権利を認めるけどいい気になるなよっていうところが本音の部分なわけですね。建前じゃなくて本音の部分が教育勅語で、それは何かといったら皇祖皇曹から始まるところで、天皇陛下の徳によって日本の国が始まって、徳の源泉は天皇にあると。でそのもとに徴用の序とかですね、夫婦愛和子とかいうふうに我々の徳目になるわけですけれども、その中で国民といっても序列があって、でその中でちゃんとその秩序を守って、いざとなったら広告日本のために命を捧げなさいよと、そういう仕組みになってるわけです。だから本当に大事なことはここで教えると。でまあ建前として一応こういうことになっちゃいましたっていうのが明治憲法だったというような作りになってるわけですね。でその時以来日本国のそのある種の保守的な思想の発想としてはですね、まあもともとこの知は力なりっていうことは言うわけですけれども、知識情報知恵を持ってるっていうことが国家の源泉、権力の源泉になってて、だから今日に至るまで、まあ何ですか、公文書を改ざんしたり黒塗りにして開示したりとか、のり弁だとか何だとかっていろいろあるわけじゃないですか。こっちが情報開示請求をしたってろくでもないのしか出てこないとかっていうようなことがある。でそれはなんでかって、やっぱりそれはもう出したくないわけです。つまり握ってることが自分たちの権力の源泉であるっていうことをよく分かっていて、でそこで自分たちがそこでその価値や知識の独占的な源泉としてある。だから草の根の皆さんのような取り組みだったりとか考え方なんていうのは笑い草だというふうに彼らは思ってるわけですよ。そんなものは何の価値もなくって、価値があるのは国家によってお墨付きを得られた官僚制の中から出てきている知識や価値体系というものを、それがその重要なんだというようなことになっていて、でまあ天皇もそういう装置として使われていたというところになってきます。で、もう一つはですね、そういうことをしながら秩序の維持や近代化に関わる負担や責任は国家ではなく社会に肩代わりさせるという、だからまあ森鴎外の作品で不審中っていうのがありますけれども、要は急いでですね、西洋列強に追いつけ追い越せってやってる中で急いでやらなきゃいけないから、まあ、だから今でもあるさっき郵政省の話しましたけれども、特定郵便局ですよね。特定郵便局っていう制度を作るわけじゃないですか。つまり地方の名簿課に天皇陛下に使える管理にしてあげると、でその身分を上げると、で郵便局を開設しようと、でそれによって全国にあまねくイギリスの真似をした郵便局制度ができるということを、だから近代化をするんだけれども、それをやるときにとにかく急いでるし、今のところお金がないから、それで国家が、権威を使って、それでその民間を導入して動員してやるっていうことをやるわけです。でそうやって、だから日本の場合には、まあ、例えばだから共産独裁とかですね、あるいはまあフランスの形のようなものともちょっと違ってくるっていうところになってくるんですけど、国家が強い国っていうのは他でもあるわけですけれども、日本の場合には結構特徴的なのは、でこれは後に新自由主義との親和性が高いことにつながっていくんですけれども、もともとですね、お前らやれって話なわけですね。でそれがだから安倍さんの例の名フレーズというか忖度ってやつになっていくわけです。つまり下の者が上の者の考え方を積極的に忖度しておもんぱかって行動するということで、自ら進んでやる特攻隊だって志願兵なんだっていう、そういう作りなわけですね。
国家がいつでもトッカゲの尻尾切りをできるように導入するところだけはするんだけれども責任は負わないっていう装置を作るということ、それが日本の国家保守主義のもう一つの側面であるというようなことがあるわけです。で、まあ、こういったようなことを考えたときにですね、まあ、内務省っていうものが果たしてきた役割っていうのはとても大きいというのが戦前の場合にはあったわけです。今だとですね、もう内務省っていうのはもう見る影もなくなっちゃったというか、まあ、実態として私がこの研究でやったようなことっていうのは、まあ、ほぼなくなってきちゃったんじゃないかなというふうに思うんですが、戦前の日本の官庁の序列っていうことでいうとですね、やっぱり内務省はトップ官庁の一つだったわけですね。でそれはその、まあ、確かに大蔵省もエリートが行くところではあるんだけれども、大蔵省は頭でっかちなところが行くと、で自治省は頭がいい上に体力があったりとかですね、政治力があるやつが行くっていう、そういう感じだったんです。で戦後だと内務省の後継官庁でいうと警察庁が割とそういう感じなわけですね。つまりかなり政治的な案件だったりとか、あるいは犯罪だったりとか、もちろん公安のことも取り扱ったりするので、頭の良さの質がちょっと違うものが求められるみたいなところがあったわけです。でそういう意味ではだから官庁っていうと東大法学部出身という、まあ、イメージがありますけれども、これ全ての官庁で同じようにやってるわけではないんですね。基本的に本当に東大法学部出身者でなければまあほとんど入らないし出世しないっていうことでいうと、実は警察庁っていうのは戦後もかなりトップなんですね。まあそもそも採用する人数がそんなに多くないっていうのもあるんですけども、自治省や警察庁、内務省の直系のこの2つの官庁なんかは実は大蔵省並み、あるいはそれ以上に東大法学部の出身者を取ることにこだわるというのがあるんです。で他の省庁になってくるとですね、まあ関心もそうでもなかったりするんです。もちろんだから文部省とかでも前川さんみたいに東大法学部出身のエリートの人もいますけれども、そうでもないっていう人もいたりするし、局長になったりもするし、事務次官になったりもします。郵政省なんかとか見た時だと岡山大学の出身の人とかが事務次官になったりとかやっぱりあるんですよ。まあ、岡山っていうのは法律が強い中国地方の大学ですから、でもちろん当時のその事情で言ったら一番頭がいい人でも別に東京に行けたわけではないからっていうのがあるんで、そのこと自体は別にあれなんですけど、ただやっぱりここで大事なのは権威なので、権威っていうことで考えた時にはやっぱり東大法学部出るっていう権威が非常に重要だってことを考えた時は、やっぱり内務省っていうのはスーパー官庁の一つ、まあ要は大蔵省と肩を並べるようなところだったっていうことがあります。それで、今のですね中央省庁再編を橋本行革でやっちゃった後の官庁の作りでいうとちょっと分かりにくいというか、なかなかちょっともうぐちゃぐちゃに今なっちゃってるので分かりにくいんですけれども、昔のもので言えば内務省の後継ということで言えば警察庁と、まあ、これ警報局って昔は言ったわけですけれども、あとは地方局っていうふうに言われていた時代、昔言われてた自治省、そして土木局っていうふうに言われていた建設省で、もうちょっと早くですね、戦後より前に戦時中に分かれるんですけど厚生省ですね。これ厚生省もまた話し出したらキリがないんですが、厚生省っていうのはまたこれ内務省、もともとは内務省だったわけです。戦後の労働省はさらに厚生省から出てくるわけですけれども、労働行政や厚生行政っていうのは内務行政のうちで、だから衛生局なんかだったわけですけれども、公衆衛生っていうのはすごい大事なわけですよ。伝染病とか、それこそコロナみたいな話ですけど、伝染病とかそういうのを内務省がコントロールするというようなことであったわけですね。でそういうようなところで、今でいうこの厚生行政、労働行政っていうものも内務省の中にありましたし、さらにですね、後に人議院になったりするんですが、神社局っていうのがあった時もあるんですね。靖国以外の神社なんですよ。靖国以外のその神社を司るのも内務省の系譜なんです。靖国だけは陸軍省と海軍省の直轄なんです。だから戦争神社なんです本当に。でそれ以外の神社に関して言ったら神宮を伊勢の神宮が、まあ、神宮なわけですけど、その神宮を頂点として、で、まあ、皇族やそういった人たちを、祀ると神宮の格を持っていてですね、でそういうようなその神社の故障についてもランクがあって序列化されていくっていうのが、まあ、国家神道の形になるわけですけれども、
そうやって広くで、あの神社以外の宗教、神道以外の宗教っていうか、神社は宗教じゃなかったわけですよ。あの要はだからその靖国参拝しろってやってたわけで、クリスチャンだって何だって構わないけれども、あの国民として臣民としての義務を果たせというロジックで、まあ、上智大学もやられたんですが、あのここのそばの行政なんかもそうなんですけれども、あのキリスト教の学校が戦時中にあの軍部の煽りでその靖国に参拝しろというような形で宗教弾圧が行くわけですが、あの国家神道以外は宗教で、国家神道は臣民としての当然の義務なので宗教ではない、でそういう括りになっていて、それ以外の宗教っていうのは宗務局ということで文部省だったんですね。だから今の宗教法人云々って文部省になってるわけですけど、そういうようなあの括り方をしていたということになりますから、文部省ってすごいわけですよ。つまり土木から衛生健康の話から、あのおまわりさんの話と町役場の話と、それでさらには神様というか天皇の話っていうことになってきますから、で、あのまあ、さらにですね、今はもちろん違いますけれども、戦後間もない頃まではしばらくそうだったんですが、あの文部省の事務次官というのは生え抜きの文部官僚ではなくって内務官僚が良くなってたんです。だから植民地だったんです。でそれがですね、やっぱり面白いところで、昔その明治維新が始まって近代化が始まった時に、村に行くと瓦がある、つまりかやぶきじゃなくて瓦がある立派な屋根のある建物が3つだけあるって教科書に書いてあって、当時の教科書に書いてあって、でそれは役場と交番と、学校なんですね。全部内務省なんですよ。だから要は地方の自治っていうか、地方のを司る内務省地方局と、その、 あの派遣先である交番で、あとは学校、つまり若い新民を育てていく学校、教育直後を教える学校で、さらにはその交番と、あの交番と学校と役場とで、交番っていうのはだから、あれですよね、一番最初の頃だったらその、しらみがないかとか、そういうようなこともやってたわけですね。つまりもう国家の隅々に入り巡らせて、それでおまわりさんという親しみを持つ人が実際変なやつがいないかとかですね、伝染病が始まったとかなんだとかっていうようなことになった時に、そういう役割を果たすというようなことで、今でいうおまわりさんよりもかなり大きな役割を果たすというようなことであったわけですけれども、そういうような内務省っていうことがありまして、でしかしそれがですね、占領統治の時に、これはそのGHQ に、まあ、目の敵にされると、つまりその日本という国が強心的なそのナショナリズムに駆り立てられて、戦争をずっと無謀に続けていったということの中には、やっぱり内務省の動員力がすごくあったと、内務省の力があったと、つまり教育行政にも関わるし、神社にも影響力を持ってるわけだし、特攻警察もやってるわけですから、でそういう警報局でやってるというようなことになるから、この内務省っていうものをとにかく潰さなきゃいけないということで解体されるというところから始まっていくということになるんですが、ただご存知の通り、その占領統治の下で内務省は解体される、あるいはそして、高級官僚だったり、特にその、 特攻警察に変わった人とかですね、そういうような人が一定程度パージされるわけですけれども、まあ割と早く戻ってくるわけですね。でだからその辺は私もちょっと詳しいことは今手元にないし、まあ、本で書いたところも多少あるんですけれども、文部省は本題じゃないんで全ては書いてないんですが、文部省 の、 その割と戦後の早頃の人たちっていうのは結構特攻警察とかいたりするんですよ。であとはその、あれですね、内務省もそうなんで、内務省も復権するんですけど、戦前とのつながりで言うとかなり気持ち悪いのは、先ほども話題になってた裁判官、司法官僚っていうのは、その満州だ朝鮮半島だ台湾だっていうようなことで植民主義のお先棒担いでたりとか、あるいは治安機関として警察とか特攻と一体となってその政治犯を裁いていた裁判官っていうのは、裁判官って一番パージされてないんですよ。アメリカは法律家の国じゃないですか。だから割とそういうのはナイーブに、法律家はいいやつらだと多分持つんだと思うんですね。だから日本会議の初代 の、 会長が三好徹って最高裁長官だった人じゃないですか。それはだから、まあ、さっきも
正方形の話が出てましたけれども、もう右翼がゴロゴロ最初からいるのが戦争犯罪人としか思えないような弾圧してたような人たちが平気な顔して裁判官をその後もずっと戦後も続けてたっていうのは実はあるんですね、人的につながりでいうと。で、内務官僚も、見出すと結構面白いと。で、内務官僚の方が面白いのはですね、ちょっと、これからグラフ の, 図の表のところとかご覧いただいてというふうに思うんですけれども、官僚っていうのはとにかく一度働き出したら基本的にはですよ、だから前川さんみたいな例外とか、孫崎さんもそうかもしれないけど、例外を除けば基本的に死ぬまで官僚というようなことになりますから、天皇の管理ですから。で、それでいくとですね、内務省が亡くなった後もその後官僚としての人生を過ごしていくわけですね。要はみなし子じゃないですけれども、その母屋であったはずの内務省が亡くなって、警察庁は一時期なかった時もあるわけですよ。今じゃちょっと想像できないですけど、アメリカ流にやって、NYPD とか LAPD とかで言うじゃないですか。あれと同じように日本も地方警察だけになった時があったんですよ。で、そんなのやばいっていうんで、国家地方警察委員会って言ったかな、なんか意味が分かんないです、国家地方警察委員会っていうのを作って、それが後に警察庁として復権を遂げるんですけれども、そういったような具合でもうバラバラにされちゃうわけです。自治省に行く人もいれば、どこに行く人もいればっていうようなことで。で、しかし面白いのは、それでも人事交流が続いていったりとかですね、助け合ったりとか、あとは最初の頃は天下りで助けるっていうようなことがあったりとかですね、内務省が亡くなった後も内務省は実は存在してた。どこに存在してたかって言ったら、エリート内務官僚の中に存在していたというようなことがあったというのがあるんですけど、ちょっとご覧いただけたら、この林恵三さんという内務官僚の中で戦争から戦後の過渡期 の大物官僚の人なんですけれども、1929年に内務省に入省して幹線知事として鳥取にいて、戦後を迎えた時にはその後地方局長というのがあってですね、内事局長官というのは、これ内務省が解体されたすぐ後ということです。内務省が解体されて亡くなった時に内事局っていうのができて、で、しかしこの内事局もすぐ亡くなるんですが、そしたらですね、彼は今度は宮内府、後の宮内庁、つまり彼の場合はまずはですね、広告日本の最高じゃないけれども天皇が象徴になっちゃったという状況の中でですね、彼が駆り出されてやる最初の任務っていうものは天皇皇室、それの戦後の再出発に関わるという業務で行くということになるんですけれども、その次に今度は、軍部だから、皇室と軍部という2つのですね、戦後一番大変なところに内務官僚というですね、国家を体現する最も中心的な官僚のエリートの人が順番に行って、警察予備隊、今の自衛隊のですね、部隊中央本部長のち、総隊総監ということでトップをやって、保安隊の第一幕僚長という、これの人は別に軍事の経験はないわけです、内務官僚だったので。なんだけれども、当時もちろん軍人さんたちはもっとパーティーされたりして入れなくなって、下の方から入ってきますけれども、将軍たちはそういうふうにはできませんから、その代わりに入ってくるのが彼だったということで、自衛隊の統合幕僚会議長も務めたというようなことになります。で、その後ですね、面白いのはここで官僚としての人生を終えて64年になるわけですけれども、65年以降の天下りポストをご覧いただくと、日本住宅公団総裁というこれ建設省、今でいう国土交通省の配下にある公団ですから、そこの天下り先に行くわけです。つまりもう今や内務省はないんですけれども、旧内務省の土木局の管轄のところにこういうのがあるから、内務官僚の中で林さんほどの人はこういうところでちゃんと処遇しなければいけないということで、彼は技官でもないし、建設行政というか土木局の行政には幹部レベルでは携わってないわけですね。なんだけれども、こういうそのトップポスト、建設省の事務次官がその後天下るような住宅公団の総裁というところに天下りをまず、与えて、その次自治医科大学理事長って、これはだからもう自治省ですよね、地方自治体で作ってる自治医科大学ですから、自治省の管轄のやっぱりこれもトップの、ポストをもらって、日本赤十字社ってなってくると、これ皇室との関係も深い。
そしてもちろん厚生省というようなことになりますし、そうやってですね、建設省、自治省、厚生省という、彼自身は自衛隊にいて、つまり防衛庁にいて、その前は宮内庁にいてって言って、戦後の歩みで言ったら建設省にも自治省にも厚生省にも関係ないのに、天下り先はそういったところが斡旋されると。でこれ別の言い方すると、何でかって言ったらですね、宮内庁もそうですけれども、防衛庁もそうなんですが、内務省の多くの他の系統のところは天下りポストあまり持ってないんですよ。天下りポストいっぱいもともと持ってるっていうのは経済官庁なんです。だから大蔵省とか、昔の通産省、今の経産省とか、あるいは農水省とか、その要は利権があったりとか、財界だったりとか、外部団体とかを作らせたりして、いろんなところを持ってるっていうのはそういうところで、従来もともとその内務省直系の警察省も自治省もあんまり天下り先持ってないし、持ってるのは公団とか特殊法人ばっかりで、民間にはなかなか手が伸びていかないんですね。で警察庁なんかだから後になって、もちろんパチンコ業界とかですね、本当にそうなんですよ。セガとかね、なんかそんなゲームとかそういうのに勝ってくる遊戯業っていうんですかね、そういうようなところに甘くなってくるなと。あとセコムとかなんですよ、面白いですね。なんですか、だって矛盾しないかとか思うわけですよ。つまりだって日本の治安が悪くなっていったら、みんなセコムとかにどんどん入るわけで、じゃ警察が仕事しない方が天下り先ができるみたいなんですね。そういうような利害相反になってんじゃないのって思うんですけれども、そういう警備業っていうようなところとか、後に開拓したり作っていったりしていくっていうふうになっていくんですけれども、もともとそんなようなところじゃないから、だから警察とかそういうところが、警察とかの代わりに建設とか厚生省なんかが世話したと。だから自治省なんかも自治医科大学なんてありますけど、他にあんまりないんですね。他に大きくなっていったり広がっていくのは、まず宝くじを通じてなんです。後にちょっと話す機会があるかもしれません。宝くじっていうのは自治体のあれじゃないですか。であれは戦時中に戦争を遂行するために、まあ今なんて戦争する前から借金して、あと先考えずにやってるわけですけど、戦争やったら絶対に借金になるわけですよ。だって物壊すだけで経済的にはどんどん悪くなるわけだから。でそういったふうになった時に、よく言われるように鍋を出せ、やかんを出せって、そういうふうになっていった先に何やったかっつったら、もうこれはもう賭博を使うしかないということで、国民の社交心をすごく不幸せな状況の中で煽って、それで金を集めようっていうことで宝くじを思いつくわけですね。で当時はだから戦争やってますから、勝ち札って言って出すわけです。したら出す前に負けちゃったので負け札って言われたんです。で戦争を遂行するための宝くじの資金が戦後復興のために使おうって口実が変わってですね。でそれで宝くじで、今も見るようにクジラのクーちゃんっていうんですか、あれのいろんな車が走ってたりとか、いろんなお金支援してますよってやりながら、天下り先も用意しているというような形になっていくわけですけれども、そうやってですね、あるわけですが、まあ、基本的に自治庁もそんなにはもともとあるところではないんです。でその他でですね、この後見て日本全工会会長っていうのがあって、まあ、これもかなり奇妙なやつで、日本全工会っていうのは、私もちょっと調べて本に詳しく書いてあるので、ご関心があったら読んでいただきたいんですが、陸軍の、どっちかって言ったら行動派だったかな、行動派の系譜の方に近かった人が始めた、まあ、小学校とかで、要は幼き広告新民たちを動員して良いことをしましょうみたいなところで始まったものが、戦後もですね、結局草の根の天皇から勲章をもらえるような感じじゃない人たちに対して、まあ叙勲ごっこみたいなことをしてですね、でそれで、ただそのこうやって林敬三とかそういう人たちを会長にこうリクルートしたりすることに成功した結果、皇族とも関係があって皇太子の謁見ぐらいはさせてもらえるみたいな感じなんですね。だから叙勲自体がそもそも日本の憲法に違反してるんじゃないかっていうのがあるわけですけれども、叙勲制度が。でこれもまただから広告日本の名残で、消防官だったり警察官だったりとか、戦後の国家に仕えた人であれば勲章がもらえるわけですね、長生きすれば。でそういうその民間企業でいくら働いたってどうにもならないわけですけれども、そういうような形で制度があるわけですが、そこからさらにこぼれ落ちるような、まあ、
小さき広告新民っていうんですかね、そういったような人たちを作る、救ったり、その検証したりするのがこの全公会っていうちょっと奇妙な団体なんですけれども、その会長をやったりとかですね、あるいは名水受けよって、これ自治省の関連の、皆さんもご存知統計とかいろいろ出てたりとかやってるところですけどもあって、その他にもここにずらーって並べたようにご覧いただくとですね、基本的に全部もう内務省系と警察だったり自治だったりとかっていうようなことになるわけですが、後にですね第二次林長の委員やったりとか、あるいは後藤田さんがやった中曽根の靖国参拝以降のこれどうするかっていう問題の時も林敬三さんは、座長として入ってるというようなことで、大物の内務官僚としてのまさにこれは傷一つないキャリアみたいな感じになるということになります。でですね、他にもこれ林さんのところだともう一つ面白い日本レクリエーション協会とかそういうのも出てるんです、ね、これ私調べたのはどうやってやったかって、今でもどこまでできるのかよくわからないんですが、人事更新録っていう分厚いあれがあるわけですね、人事更新録で、それを図書館に行ってもういろんな年度のやつをもうとにかく探偵ごっこで調べるわけです。だから林敬三を追えってなってから全てのやつをわーってこう見てってですね、それでその次どこ行ったとかなんだとかって、で今はちょっともう個人情報だなんだっていうようなことだったり、あるいは天下り批判があったりすると隠すようになってるかもしれません。昔はみんな自慢だから書くわけですね、だからもう全部出てきてるから、それを拾ってって、あとはネットとか新聞記事とかで補足して探偵ごっこをやって、とにかく丹念にやって、結構面白いんですけれども時間が得られてかかるんですが、そういうようなことをやって調べていくと、日本レクリエーション協会とかっていうのも出てきたりするんですけど、これレクリエーションっていうのも面白いですね。オリンピックの裏オリンピックなんですよ。近代五輪っていうのが出てくるときっていうのは、ちょうど近代五輪の一番成功した最初のものっていうのはナチスのベルリン五輪ですから、聖火が発明されたのもあの時ですから、つまり要は古代ギリシャの文明ローマを経て、それが神聖ローマ帝国を経て第三帝国ナチスっていうところでアリア人というので、聖火ランナーっていうのはあの時始まるわけですね。一大ショーなわけです。で今でもありがたくって聖火ランナーなんて言ってるのは日本だけなんですよ。何も聖火の聖も何もないですから、中身は英語でホーリーなんとかなんて全然言わないですよ。オリンピックトーチぐらいしか言わないですよ、そんなの。だけどありがたがって当時の日本もあれをやりたいっていうんで、幻の1940年の東京オリンピックの時にどうやって運ぶ、船で運ぶとかってはしゃいでやってたり、どこに走らせようかとかって言って宮崎がいいんじゃないかとかですね、要は広告日本ですから宮崎から上京してくるのがいいんじゃないかとか、いろんなコースの議論をしてたりするんですけれども、結局戦争というか満州侵略の関係で東京五輪は立ち消えになるわけですが、そういったような場合でですね、オリンピックっていうものがやって、でそれはもちろんファシズムの考え方の中に健康な肉体、それでそれによって、ファシズムの目的のために貢献するという、でこの頃からだから厚生省、日本の厚生省も陸軍の要請で厚生省ができるわけですね。身体の管理っていうことが大事になってくるわけですから、でその時の一環としてエリートのスポーツは近代五輪で、庶民がやるのはレクリエーションで、でドイツのナチスドイツの勤労の中に喜びをとかですね、あるいはレクリエーションなんてのはファシズムが結構一生懸命やるわけですよ。でこの頃にだからいろんな国で国立公園ができたりとか、そういったような中で労働をやってレクリエーションをやってまた労働に戻ってっていうことを繰り返しましょうというような、健全な肉体を作って軍事あるいは民事で国家に奉仕するっていうようなことがありますから、とても内務省的なものなんですけれども、これもまたこの林さんというのは関わっていたんですけれども、でこの先さらにちょっと時間がないので見ていきたいと思うんですが、宮内庁なんていうのも、これも見てると面白いんですが、最初にあるのが長官なんですけれども、最初はですね松平家の子爵が、宮内大臣から宮内庁の、宮内府の長官というような形で、行くんですが、その後ですね初代のこの田島道さんという人だけは民間から来た昭和銀行出身の人で、官庁出身じゃないんですが、その後はもうずっと内務省の系譜なわけですね、今日に至るまで。だからこれ官庁の不分立で、宮内庁というのは別に生え抜きのエリート官僚がいるわけじゃないので
よそから来るわけですけれども、その中でもちろん外務省からも来たりするんですよ。ただ外務省はどちらかといったら侍従とかですね、要は宮中っていうのも表と裏がありますから、宮内庁の方の表の部分と、そのより側近としてとか、その侍従、侍従として使えるっていう裏の方があるわけですから、裏の方とかはまあ内務系、内務省系だけじゃなくて外務省系も行ったりするんですけど、宮内庁の、長官というポストはご覧いただければ分かるのもずっと内務省が独占していると。内務省系、これ別にどっかに書いてあるわけじゃないんですけれど もう人事の不文律として、そうなっているというようなことに、なってきます。割と珍しかったのはですね、この風岡則之さんという人が建設省出身というので初めてなって、よっぽど人がいなかったんだと思うんですけれども、そういうような形になっています。基本的には、次官級のポストを務めた人が行くということになります。でちょっと前の方にですね、有名な富田メモで有名な富田智彦さん、これ日経がスクープした小泉さんが靖国参拝続けてた時に富田メモっていうのが出てきたというふうで、これ日経がスクープしたっていうのはなかなか面白いところなんですけれども、富田さんというのがこの警察出身の公安官僚出身の、富田さんが、書いたメモで、昭和天皇が靖国に参拝しない理由は東条とかそういう永久戦犯が防止されてしまったからだと。でその中で別の松平ですけど、松平だったかな、あれか、あれも松平だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけれども、要はあれですね、靖国の宮司が変わるわけですね。靖国の宮司が変わって1978年に福井から右翼の宮司がわざわざ招かれて、それこそさっきも触れた三好徹って最高裁の長官をやった人が日本会議につながっていく人ですけども、彼なんかが暗躍をして、豪州を永久戦犯の豪州をやるということを決断させるわけですね。宮司だってそれをやる気の人を宮司に持ってくるんですけれども、でそれで豪州をしちゃったと。でそしたら天皇がこれから行かないと言ったわけですね。でこれ面白いのは皇太子、今の天皇ですか、なんかを見てもですね、それ以降永久戦犯が合祀されている護国神社、護国神社って靖国神社の、支部じゃないですか。だから埼玉県出身のその靖国に祀られている人だったら埼玉県の護国神社にも祀られたりするわけですけれども、そうするとですね、皇太子も含めて、永久戦犯が合祀されていない護国神社には行くんですけれども、永久戦犯がいる護国神社には行ってないんですね。だから明らかにそういう意思を表明してて、これなんでなのかって言ったら、それはだって天皇からすると自分が戦犯訴追をされないで済んだのは永久戦犯のせいになったからなわけですから。でそのロジックからするとですね、永久戦犯がやっちゃったっていうところになるのに、で被害者なわけですから天皇は。それがだから永久戦犯が祀られて英霊だなんて言ってそこに参拝するわけにいかないから、それまではずっと言ってるわけですね。でもそこから問題になっていって、というか問題になる前に天皇が行かなくなるっていうのはそういう系統なんです。その富田さんもここにいたりします。でですね、林敬三さんは次長をやってっていうのがあったんですけれども、であともう一つ、だから最近って言ったらもうあれですけど、安倍政権になった時に話題になったっていうことでいうと、この内閣法制局ですね。内閣法制局っていうのも人事が慣行っていうのがあって、これは内務省の独占じゃないんです。戦前の法制局っていうのはかなり内務省の影響力が強くてですね、で GHQ がそれを嫌って法制局っていうのを潰したんです。内務省の息がかかっているということで潰したんですけれども、その後その復活してですね、でその後できたその、ものっていうのは、基本的にその4つの、官庁、これが順番にというかですね、こう互い違いになって、独占するというような形になって、今でいう財務省、昔の内務省で、それは自治省のことなんですけれども、自治省だから今だというと総務省になるわけですから、それと、商工省、通産省、経産省、あとは司法省だった法務省というこの4つのところが順番になっていくというような形、互い違い、順番って綺麗な順番にはなってないですけれども、内閣法制局も、
あの生え抜きの人がいるわけではなくて、全部途中からこいつは法律に詳しい、こいつは法律の理屈を作るのがうまいという人たちが出向させられて、でその中でこいつはっていう人はもうその後もとどまっていくということになっていくわけです。でもちろんだからこういった通産省だったりとか、あるいは大蔵省だったり自治省、あの、あるいは検察っていうところから見ればですね、あのそういう優秀な人が入っていって、内閣法制局で上がっていくっていうのはやっぱり自分たちにとって好ましいことですから、そういった形で派遣していくっていうことになるんですけれども、これがですね、まあ、これ戦後のことなんです。戦前の法制局っていうのは別にこんな人事慣行なかったんです。だから戦前そのこういった省庁が独占してたからそうなったっていうんじゃなくて、戦後わざわざ作った伝統ということになるわけです。内閣法制局っていうものをやっぱりある種権威づけしていくっていう時に、こうしたような形で、できていったということになるんですけれども、でここでですね、まあだからいきなり出てきてやったのが小松一郎さんというところで、ページめくって5ページ目のその下の方というかありますよね、安倍第二政権の時の小松一郎って書いてあるわけですけれども、これはそのいきなり外務省から持ってきて、いきなり法制局長官にしちゃったと。で普通はですね、次長を務めてからそれ以前の段階で部長ポストだったりその下のポストとかで内閣法制局で勤めたことっていう経歴があった上で、最終的に内閣法制局の次長をやって、もう本当に申し上げたように官僚っていうのは人事が万事ですから、その辺はもう狂いがないわけですね。で一応そういう伝統を作るってことになったら、これ戦後の伝統ですけれども、戦後の伝統でずっとやっていくわけです。今でもやってるわけです。でそういった中でですね、安倍さんはいきなり集団的自衛権の行使容認論を掲げていた外務省の小松一郎という、国内の法律の専門家ではなくて国際法の専門家である小松一郎をいきなり長官に持ってきたということで、大きくここの人事慣行が乱れてですね、で要はまあ、憲法学者によっては今は亡き内閣法制局というふうに言うぐらいですね。でこの中でもその坂田正弘さんなんて小泉、第2次第3次内閣の時の法制局大蔵省出身の方ですけれども、宮崎礼一さんもそうですが、この二方なんかはだからこれはおかしいと、内閣法制局の伝統からしてこんなものを認める法理が成り立つわけがないということをずっとおっしゃってるわけですよね。で、そういった具合にその人事によって内閣法制局を潰して、その後ですね、形式上は横畑さんと近藤さんというような形で、まあ、小松さん亡くなりますから、すぐ亡くなっちゃったので、横畑さんの時にですね、何か集団的自衛権の行使を容認しちゃうんですけれども、そういった具合にも大きく崩れていっちゃうっていうようなことになるわけですね。で、もう一つですね、ちょっと触れておきたいのが、内閣官房ということになるんですけれども、ですね、そうですね、まあ、どうですかね、これ8時まで話して5分休憩の方がいいですかね。今休憩しちゃってもいいですか。あ、じゃあ今ちょっと休憩をして、休憩から戻ったら内閣官房副長官の話をします。5分間また休憩します。内閣官房ということで、内閣官房副長官というので、まあだいぶ有名になってますよね今では。ただこれもまあ、なかなか興味深いところがあって、もともとそんなにそこまで重要なポストとして例えば戦前あったとかっていうことではないんですね。近い立場にあったのが書記官庁というポストだったんですけれども、ただこの内閣書記官庁っていうのは、まあ、どっちかといったら今でいう内閣官房長官に当たるものになってきますので、それの補佐にあたる副長官ということでいうと、特にそういうポストが目立ってあったわけではないし、官僚の今だと官僚のトップのポストが内閣官房副長官ということになっていますが、そういうようなことの位置づけが定まるのは、だいぶ後ということになります。で逆に言うと、これもだから戦後の過程で、内務省を中心にして、旧内務省の系譜を中心にして官僚制の一定の独立性を作ろうとかですね、あるいはその国家としての権威、秩序というものを再構築しようというようなことで、
戦前にはなかった制度を、作っているというようなことが言えるというふうに思います。でここにあの内閣官房副長官かっこ事務担当というふうに書いたんですが、これあの 100% 正確ということでは実はないんですね。なんでかって言ったら、あの今はですね、内閣官房副長官というのは3人いて、1人は事務担当で、2人が政務担当で、衆議院と参議院から1人ずつ出るっていうふうになってるんですけれども、まあ、長いことその1947年から2人選んでいいっていうことになってるんですが、あのこれが事務でこれが政務っていうふうに決まってるわけではないんですね。でだからここでどっちかって言ったらこの人官僚系だよねっていう人を正直最初の頃は書いているので、あの必ずしも全部正確ということではないんです。あの厳密にこう内閣官房副長官かっこ事務担当っていうポストがあるわけではないので、単に内閣官房副長官ということで2人通常いるというだけの中で、いてですね、大概は1人は政治家なんですが、2人政治家要は議員やってる人の場合もあったんです。で、まあ、いずれにしてもですね、ちょっとご覧いただくとですね、東国内閣のところから来てるんですが、最初は全然内務省の系譜っていうことではないっていうのがご覧いただけると思うんです。海軍省、内務省もいますけれども、大蔵、農省、外務、平身省ね、いっぱいこういろいろありますね。でもう一つご覧いただきたいのは、あの右側にですね、政界入りっていうふうに書いてあるんですが、あの内閣官房副長官をやった後に政界に行ったかどうかっていうので入った人を丸で書いてるんですよ、うん、でそうするとですね、あこの中にだから橋本良吾って言いますね、あの1948年吉田にっていう、これあの橋本龍太郎のお父さんです。うん、橋本龍太郎のお父さんっていうのはエリートの大蔵官僚で吉田学校、吉田さんに、あのつまりあの吉田さんが、吉田茂が高級官僚を政界入りさせる前の発射台として内閣官房副長官のポストを使ってたんですね。だから吉田さんの頃見るとそのいっぱいいるじゃないですか。で結構頻繁にこう変わっているっていうのもあるんですし、あのほとんどが正解にして、まあ、中には落選っていう人もいますがそういうような具合になってるわけですね。だからあのそうやってこうあの使ってたっていうのが最初の頃の、 あの慣行として、あります。でですね、この中の人で、まあ、面白い人っていうとですね、あのそうですね、剣の木俊博なんて、これ文部省事務次官で前川さんの先輩にあたる人ですけど、右翼で有名だった人ですね、うん、で江口実ってその後ありますけれども、内務省労働省事務次官を経て警察予備隊の本部次長をやってから、内務省っていうになってますが、結構だから労働弾圧とかですね、あのやってた人ですね。で、この頃のですね時期のものを見ると、あの内務省系はあの結構その警察官僚が割と多いですよね、警察出身者が。で、あ岡崎英常っていうのも、これも あの、あれですね、あの 内務省警報局保安課長ってなりますか、あの戦時中になってますから、あので彼は議員だったんです、すでにその時だから、あの純粋な官僚ではなくてもうすでにあの議員をやっていたんですけれども、この人もだからまあ右翼で有名な人だったんですが、特攻警察ですね、うん、保安課長ですから、うん、でそれを岸が徴用してたというようなことになります。で鈴木俊一さんは、まあ、ご存知の通り、あの後に都知事になったあの彼ですね。で彼もだからやってたんです、うん、でこんな具合になっていて、で、細谷喜一ってこの池田の時に書いてある香川県警察部長っていうの、これも特攻警察やってた人です。まあ、戦前の警察官僚で出世したような人って何らかの形で特攻警察に関わってた人がやっぱりいますから、あのそういったような形でですねやっていたということになるんですが、あの、まあ、かなりですね、あの当時は、まあ、ランダムにというかですね、政界入りっていうのを半ば前提で、リクルートしてはあの使っていたというようなことになるんですが、まあ、ちょうどこうページをめくっていくぐらいのところから変わっていくというかですね、60年代ぐらいから、60年代からですね、内務省系だけになるということになるわけです。細谷喜一さん以降ということになって、でその後パタッとご覧いただければ分かるように政界入りのケースがなくなっていくと
ということになります。ページをめくったあたりからということになりますかね。あの小笠浩章さんっていうのが最後で、その後ってなると後藤田さんが入ったとかですね、あるいは石原信夫さんが東京都知事に出て落ちたとかいうのがありますけれども、あの基本的にあの内閣官房副長官をやった人っていうのは内務省出身だっていうことで、内務省あの系 の, あの人だっていうことと、もう一つはもう政界入りするポストではなくなったということになります。でそれでですね、まあ、もう一つそのこれ見た時に興味深いのは、あの先ほどその1960年の時の細谷喜一さんも特攻警察の人だったっていうふうに言いましたけれども、特攻警察、戦後の公安警察の関わる人っていうのがあの、多分最後はそうですね、最後は川島博盛さん、だから細谷さんから石岡さん、そして、小池さんはちょっと違うんですけれども後藤田さん、川島さんということで、この辺は全部あの公安警察と関わった人たちです。公安警察系の人たちなんですね。でこれはだから時期的に言うと1960年代から1970年代の半ばまでってことになりますから、学生運動、労働運動、労働争議なんかがあの盛んだった時期ということになります。だからあの官邸に直接その公安警察の情報に通じるような人たちが入ってたということで、内閣官房長官、副長官というのは官僚のトップポストっていうことよりも、いまだにそういった形で政治性がかなり強かった、まあ、で実際だから後藤田さんなんかは田中学園に近かったわけで、そこで、政界入りしていくということになっていくわけですけれども、あの石岡、誠っていう人なんかだと内閣調査室長ですから、あのまさにその、あれですよね、スパイっていうかその公安の親玉だった人だったわけですけれども、そういった作りになります。小池さんっていう人はこれあの内閣官房首席参事官っていうので、あのちょっと系統が違って、どちらかといったらその内閣、今でいう内閣府系の人なんですけれども、いずれにしても内務省出身です。で後藤田さんがあって、その後川島博盛さん、あの川島博盛さんって昔あのセリーグの会長かなんかやってて、それで記憶に名前記憶にある方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、あの甘くなった先後の話ですね、そういうようなことになってます。でそれ以降を見るとですね、あの内務省の系譜になるんですが、内務省出身者はもう川島さんで最後になるわけです。その後は厚生省とか労働省とか分かれた後の官庁になっていくわけですね。でただ内務省の系譜から出るということになっていて、多いのはどっちかといったらやっぱり厚生省と、自治省ということになってきます。で、まあ例えばですね、厚生省のこの梅本義政さんという人なんかは、厚生省の事務次官を務めて、環境庁が田中内閣からできますから、早い時期にですね、招待だったかなちょっと忘れましたけれども、環境庁の事務次官もやってるわけです。でそこから、三木内閣の時に、内閣官房副長官もやるということになります。でそれでですね、労働省の人は、この人一人ですね、道省さんという方だけですけれども、厚生省っていうのはあの割とこれもちょっと最後にまた触れたいと思うんですけれども、厚生省っていうのは割と官邸官僚を出す省庁なんです。内務省の系統でいうとですね、本流というか直系なのは警察と自治省なんですけれども、警察は省じゃなくて庁ですから、そもそもそれもでも分かってるんですが、規模が小さいんですね。警察官僚の採用は少ないし、さっきも言ったように東大法学部出身者ぐらいしかほとんど取らないんです。でだから少数精鋭なんです。で自治省も実は同じなんです。自治省も省だけれども最も小さい省だったんですね。うん、でそれぐらい少数精鋭 で、で、まあ、しかもその多くが地方に行きますから、要は自治官僚出身者っていうのが知事にいっぱいなるわけじゃないですか。で知事になるっていうのはそのもう途中からなんとか部長みたいな感じで、もう片道切符でですね、戦後の地方自治っていうふうにはなってるんだけれども、
あの交付金をもらってなくて自治省のエリートに頼らずに自前で幹部を育てることができるあの自治体っていうのは東京都しかないんです。東京都だけはあの要は自治省からの天下りっていうかそのあの人事交流というかその派遣でですねいうのを受け入れずに来れてたんです。今はちょっと知らないですけどあのそういうような形でやっていた。それ以外のところはまあやっぱり財政なんだなんだっていうようなことであの要は自民党の議員が中央とのパイプがあるって言って当選するのと同じ話で自治官僚とか、まあ、自治官僚に限らないですけれども他の官庁とかですね厚生省とか今でいう国土交通省とかのあの人たちもある程度途中のキャリアでこいつ出世しないなってなってくるとあの地方に行くわけですね。でそういうところで部長になったりでそこでなんかあのうまく水があったりすると副知事になって場合によってはその相乗りの候補になって知事にもなったりするっていうケースが出てくるわけですけれどもおそらくですね今のちょっと平均正確なのは知らないですけどまあ本当に多い時だと3分の2ぐらいの知事が中央官庁の出身だったりまあ少なくとも半分ぐらいがそうだったりするっていうことがあるわけですね。でその中のやっぱりあの重要な部分っていうのが自治省出身者ということになりますからあの自治省の中は局長を埋めて最後に優秀な次官を出してというところまでがあとで中にはこうやって内閣官房副長官になる人もいてっていうことになるんですけれどもそれ以上の人的な余裕がないので警察庁もあの自治省も伝統的には官邸官僚官邸に入るっていうのはあんまりないんです。そこまででその分いっぱい割と送ってきてるのが厚生省なんですね。まあで厚生省っていうのは多分その要はあのまあ今に限らずですねあの屈指のそのお金のかかる官庁なので、うん、やっぱり社会保障でお金がかかりますから大蔵省とのその大蔵省に首根っこをつかまれてるっていうのは、まあ、財務省に首根っこをつかまれてるっていうのはですね、まあ、今でも毎回消費増税っていうことを言うときには福祉目的だなんだって必ず言うわけじゃないですか、うん、でだから厚生官僚もそれを使ってあの大蔵官僚に入れ知恵をしてなんとか増税の道筋をつけてあげるのと同時に自分たちのその必要な予算も確保しようみたいな感じに今なっちゃってますからもう随分前からなっちゃってますからあの多分そういうのもあって厚生省は割と官邸に送って、まあ、大蔵省に対抗していく人材を作るっていうのにも結構熱心なんだと思うんですけれども、そんな具合でですねあの内閣官房副長官になる前に、官邸で働いたことがある厚生官僚というのは割といるんです。あのでそういうような形でやってきてます。でただそれもちょっと変わってきてるのかなと私も細かく見てないんですけれども最近はちょっとそれも変わってきてるのかなということを最後の方でまたちょっとお話ししたいというふうに思います。で、あの、まあ、あとだからこの中で言うと有名なところだと石原信夫さんですよね。あの記憶に、まあ、石原信夫さんぐらいからは割とあの、まあ、石原信夫さんと古川貞次郎さん長かったですからあのご記憶の方も多いんじゃないかと思いますが石原さんなんて本当に激動の竹下宇野海部宮沢細川旗村山内閣の途中までやってますからもう生き字引っていうかそのあの自民党政権の最後の方から宮沢あのごめんなさい 細川になって旗村山寺社さんまで見てそれでやっと辞めてるっていう方になりますよね。うん、しかし落選あの要はもうそういう東京都はそういうのじゃなくなっちゃったんですよね。あの青島幸男さんぐらいからあのこれもだからその何て言うんですか東京都知事って日本で一番有権者が多いポストなんですよね、うん、そうじゃないですか。だって選挙区の具合で言ったら東京都全部ですからこんな大きい選挙区で選ばれる人は日本には他にいないわけです。東京都の大統領みたいになってるわけですから、うんうん、だからその鈴木俊一さんとかまではそのあの割とその自治官僚の出身者っていうのが前もいたんですけれども鈴木さんに限らずあの石原さんの時にはまあだからそういう時代じゃなくなったねっていう感じにあのもうなっていくということになるわけですね。あのもう最近だとそのあの基本的にはだから小池百合子さんみたいにあの
これだから私もあの海外の記者なんかにもよく聞かれるんですけど、小池さん総理大臣になりますかっていうふうに言われるんですが、まあほぼないでしょう。で、あの結局知事をやってからあの首相になるっていうのは細川さん、まあ今名前上がってますけど、熊本県知事からっていうぐらいで、あのまあ要は例がないんです。で、それはなんでなのかって言ったら、基本的にですね、その政界再編だなんだって言って動くようになってから国会で国政で行き詰まった人が知事になるっていうパターンなんですね。で、知事で成功した人が国政に返り咲いて成功する例は未だないんです。橋本徹さんもついに入れずに終わっちゃってるわけですね。一時期言われたじゃないですか、国政自分自身出るんじゃないかとか、うん、だけどあの、で、まあ、あとそのまま東ですか、あの正式な名前忘れちゃいましたけど、あの、ね、彼なんかも宮崎でなんかブイブイ言わしてなんだってなったけれども、入ったんですかね。だけど、まあ、どうにもならなかったじゃないですか。石原慎太郎さんなんかも国政で行き詰まって知事になって、でまたじゃあ戻って行き詰まってっていう感じで、あの、なんでかって言ったら、あの首相になるには国会議員に選ばれなきゃいけないので、あの要は国会議員の誤選というか、あの国会で指名を受けなきゃいけないので、あの仲間に好かれないといけないんですね、うん、で、古文が多くなきゃいけないんですよ。で、だから小池さんみたいに、あるいはだから石原さんみたいにプリマドンナで自分っていうような人はダメだって、あの安倍さんっていうのは座持ちがいいっていうふうに言われてて、あのうんうんっつって人の話をニコニコ聞いてるわけですよ。だから我々だとなんかあの口とがらかしてヤジ飛ばしてみたいな感じに多分なるわけですけれども、あの自分の仲間に関してはニコニコして話を聞いてくれる安倍さんっていう、そういう好かれ方をするわけですね。あの首相でありながら質問されてる人に対してヤジを飛ばすとか、日教祖とか言ってるっていうんじゃちょっとなかなか想像つかないですけれども、仲間には優しいというか、あのそういう意味で人望がある人なわけです。まあ、麻生さんだってそう言うじゃないですか、その何ですか、半径50センチとかなんとか忘れましたけど、この範囲に入ってるといいやつだみたいなそんなとこ入りたくないから言うんですけど、あのそういう、だからそういう人が首相になるのであって、あの出る杭だから、今なんか河野太郎なんてこの話だと、まあ、絶対なれないわけですね。あの結局俺様でやってきてて、あの重鎮とかそういう人にも含めて好かれないとなれないから、で行き詰まって知事になると意外とそこはもうプリマドンナの世界だからで、特に田舎に行けばもう地元のテレビから新聞から何でももうね、全部 ほぼ保守みたいな感じになっちゃったりすると、もう好感度がどんどん上がるような放送報道しかされないっていうようなことでうまくいくわけですけれども、じゃあ調子に乗って戻ってこようとか入ろうとすると、今度はまた議会政治のロジックだから、大統領制の地方と二元代表の地方と国政で全然違うのであれなんですけど、いずれにしてもだから、あのそうやって落下傘的にあの東京都知事になれたりとか、まあ、埼玉県の知事になれたりとかっていう時代じゃもうほとんどなくなってきたというのがこの辺のところなんだろうというふうに思いますが、古川定次郎さん、あのこの人はだから厚生官僚ですが、厚生省もそうですけれども官邸でも勤めたことがあった人で、まあ、この人も長かったわけですね。あの石原さんがすごく長かったわけですけど、古川さんそれ抜きましたからね。で、まあ、彼なんかもその後年もあの、まあ、今はもうあれだと思うんですが、あの安倍さんに対してはあの批判的なことをおっしゃっていたというのはありました。あの表に出てどうしたっていう感じではなかったですけれども、あの私も一回お話を伺ったことあったんですけれども、安倍さんがあのやっぱり官僚制を壊しちゃってることについて大変懸念していたというのはあの覚えています。で、あのその後ですね、二橋さんと自治省の人になって、それで、まあ、この辺は順当なんですが、内閣法制局で後に第二政権でやったように、安倍さんがですね第一政権の時に大蔵省の人を持ってきてたんですね、的場順三さん。だからやっぱり安倍さんっていうのは官僚制をどう抑え込むのかっていうことについて相当こうしたたかに考えていたというか、逆に言うとですね彼の周りでそういう助言をする人がいるんだと思うんですね、うん、それでその要は内務省が独壇場になっているこの、 あの内閣官房副長官というポストについて、二
二葉純三さんというですね、これあれでしたっけね、安倍晋太郎さんお父さんの、が大臣やってた時に一緒に仕事したことがある人だったのかな、どうだったかな、確かそんなような感じだったと思うんですが、まあ結局そういうその父親つながりっていうことで的場さんに入ってもらってというようなことをやって、ただまあこれはかなり異例の人事だったということで、その後ですね福田康夫さんは、福田さんというのは安倍さんがやったことを全部正すということをやってましたから、面白いですよね、これ同じ派閥 の、 人たちなわけですけれども、安倍第一政権が後継で福田さんが後始末させられるときに二橋さん戻すわけですね。だからお前がやったことは間違ってんだって言ってるようなもんなわけですよ。わざわざやらなくてもいいと思うんだけど、福田さんからしてもやっぱりちょっと意地があったんだと思うんですね。安倍晋三みたいな若造がこんなバカなことしてあれしてっていうことで多分戻したんだと思うんですけれども、そういうようなこと異例ですよね。でですね、麻生さんで警察が復活するわけです。あったようにもう石岡さん、その1970年に退官した石岡さんを最後に警察はタブーになってたわけです。つまり政治の季節だった60年代の時はそうやって露骨にですね、選挙に勝つため、あるいは学生運動労働運動を弾圧するために警察出身の内閣官房副長官というのを官邸に入れていたわけですけれども、これはやっぱりさすがにやめようというようなことで、そういうところから外れてったっていうことになったわけですけれども、それがですね、麻生さんが、久しぶりにそのうるまさんという、警察官僚を、持ってきて、でこれはだから民主党政権ができる前、つまりもう民主党に負けるんじゃないかっていう状況の中で、選挙に必死に勝ちたいからだと思うんですけれども、なりふり構わず警察官僚を、官邸に連れてきたというようなことになります。でこれうるまさん、私も具体的な発言忘れましたけど、やっぱり結構いろいろまずいこと言ってましたよね。新聞報道の中でもありましたけれども、民主党のことを攻撃するような発言をしていたとかいうのが選挙の前にありました。で、民主党は、それをまた戻してですね、自治省建設省というようなことで内務省系に、戻すわけですけれども、安倍さんがですね戻ってきた時に悪名高い杉田和弘さんということになるわけです。で杉田和弘さんというのは、まさに公安警察出身で、内閣危機管理官、情報官、情報調査室長、これスパイのトップということになる、公安警察の一つのポストになるわけですけれども、それをやって、さらにですね、ここには書いてないんですが、東電の顧問に天下ってですね、東京電力、警察官僚っていうのは結構監査役とか顧問とかでそういうところに行くんですよ、用心棒。法務省もそうなんですけれども、結構天下りポストとしてもともとなかったところが、しかしその官庁とかのあるいは捜査とかの牽制っていう意味合いがあるんだと思うんですけれども、天下りとして、持ってきて、だからこれは私はもっと問題になるべきだと思うんですが、杉田さんっていうのはそういうその公安警察で、菅さんの下でその日本学術会議の人事介入を主導したわけですけれども、その前からもともと民間に天下ってた時は東電にいたぐらいの人ですから、で警察とその電力会社の関係っていうのは結構長いわけですね。結局やっぱりもうその反原発運動に対しての取り締まり弾圧っていうようなこともあるし、警備っていうようなこともありますから、警察官僚の天下りをバーッとこう調べてた時には、結構その原発に関わるその六ヶ所村だったり何だったりとかですね、具体的に結構出てくるっていうのはあったりするんですね。で、杉田さんもそういう意味ではで東電みたいなところっていうのは当然その経産省から天下りを受け入れるわけですよ。電力業界っていうのは経産省だから。だけどその警察庁とか法務省とかは割と比較的最近の現象ではあるんですけれども、おそらく1990年代ぐらいからだと思うんですが、割とですね、やっぱり用心棒的だと思いますね。外部から取締役を入れろだとか監査役を入れろだとか、そういうような商法の改正があったりで、意図としてはもうちょっとこうアメリカ型の会社を作るとかそういう発想なのかもしれないんですが、実態としては日本の場合には国家保守主義の国ですから、
どうやって官庁の規制をうまくかわすかという発想になってくるので、用心棒的な役割で警察や法務省出身 の, 官僚の天下り先が増えるという笑えないような現象が起きているということになってきています。で、杉田和弘というのは割とそういう典型的な例ということになるんじゃないかと思うんですが、でこれ岸田さんで杉田さんおしまいにはなるんですけれども、まあさらにまた警察庁というようなことでですね、で岸田さんの場合にはこれもちろんこれ内閣作って内閣法制局長官任命して1ヶ月後に選挙ですから、2021年の例の野党共闘でやって、まあ残念ながら届かなかったっていう、あの時の岸田さんがね、内閣総裁選やって菅さんが1年で辞めて総裁選やって、それで勝って内閣作って、そしたら選挙だったっていう、あのタイミングの時ですから、選挙やるっていう時のタイミングで警察庁出身の人をやるのって、だから日本のマスコミが昔ぐらいの批判能力が残ってたら、こういうようなことをやっぱりちゃんとピックアップして言わなきゃいけないわけですよ、うん、だってそれはだってどう考えたってその水平な土俵になってないわけじゃないですか。でこんな露骨なものはだからで麻生さんの時のうるまさんの時はさすがに若干そういう論評はあったんですよ。だけども岸田さんとかになってくるともうそれが常態化しちゃってるから、誰も何も言わないというか、多分新聞記者のレベルでも世代が変わっちゃっててそういうのがまずいんだっていうのは知らない人たちがやってるっていうのもあるんだと思うんですけれども、いずれにしてもなんかもう警察庁出身者が2人今度続けてなってるっていうようなことですね。今の人栗生さんというのはどれだけ続くのか分かりませんが、まあこういうような具合で変遷してきてるっていうのがあるわけですね。で、まあ、最後にですね、時間がもうちょっとあれに来ちゃったので締めくくり的なことで言うとですね、まあ、内務省の関係で言うと若干そのなんていうんですか、こぼれ話的なお話をしてきましたけれども、天下りっていうことに関して言うとですね、もともとはザ官僚というかですね、ザ国家っていうのが内務省だったので、特に自治省や警察庁っていうのは国家の基盤をこう担っているっていう意識がすごく強かったので、利権だったりとかその民間への天下りとかっていうのに関してはかなり自制的だったわけです。まあただその分自治省の場合には首長になっていくとかっていうのがだいぶあったわけですから、他に行く場がなかったわけではないわけですし、あるいは先ほど挙げた林敬三さんの例にとどまらずですね、結構斡旋してですね、こういろんなところに行ったりとかっていうのは内務省、旧内務省系の官庁で融通してなんていうことはあったりするので、面倒見てもらって建設省系のところに天下ったりとかっていうのはあったんですけれども、ただやっぱりこう見るとですね、かなり警察なんかもさっきも言ったようにそのセコムみたいなセキュリティの会社だったりとか、あるいはその、パチンコ系だったりとかですね、遊戯そういうようなところだったりとか、あるいはその、まあ、銀行だったり金融機関保険だったりとか、あるいは、まあ、東電みたいなところとかも含めてですね、用心棒的に雇われてるなっていうようなところに行くようになって、なんていうんですか、自分たちが国家を背負ってるんだっていう、まあ、良くも悪くも天皇の管理を辞任していた時代の官僚からだいぶ変わっちゃったなというところはあると思います。でそれはそのやっぱり天下りっていうことを見た時にですね、で天下りの問題はその天下りした先で何が起きるかっていうだけじゃなくって、官庁に残ってる人たちが天下った先輩の姿を見て自分も仕事をしてキャリアを作ってるっていうことになりますから、だからまあ有名な事例で言うとあれですよね、バブルが崩壊した時の住専の問題があったわけじゃないですか。結局大蔵省も当時の大蔵省も先輩がたくさん住専に天下ってたから不良債権をもうこの際処理して経済を立て直す、財政を立て直すっていうようなことになかなか踏み出せなかったんですよね。あるいは薬害エイズ事件、まあ、これも話し出したらきりがないですけど緑十字731部隊の末裔の人たちが厚生省で、最近その職員名録が出てきたって言いますけど兄弟医学部が多いんですね。あれは興味深いことに細菌系っていうのは感染症系っていうのはだから血液だったり細菌だったりそういうのを研究してた
人たちが、まあ、厚生省の技官として採用されていたり、あるいは任務を受けたりしたりしながら、京都大学医学部と連携するような形で731部隊っていうのがあって、それが戦後アメリカに情報を渡すのとの引き換えに先輩訴追とかを見事に免れて、それで、そのまんまお医者さんになったりとか、あるいはあの緑十字というあの血液製剤の会社を作って、その緑十字がその先になって薬害エイズ事件を引き起こす一つになって、それで、まあ、菅直子さんが入っていってその責任を認めるっていうふうに橋本内閣の時になったわけですけれども、厚生大臣になった時に。だけどそれまではその結局厚生省としてはあの薬害があるっていうことは分かっていたにもかかわらず、その書類が分からない、見つからないと。で先ほど言ったようにやっぱり知識、それを独占する、情報を独占することによって自分たちの権威があるわけですから、国家は謝らない、謝らないっていうのは間違いもしないし謝罪もしないっていうのがもう命題になっているのがあの国家保守主義ですから。これあの映画主戦場をご覧になった方は藤岡信勝さんが得意げに話しているのがありますから、国家は間違いないんですと、絶対謝っちゃいけないんですって力説するんだけど、その通りって聞いてて思いましたけど、あの国家保守主義の発想はそういう発想なんです。でそういう発想で結局やっていったりするっていうのがありますから、まあ、あのかなりひどいあの話ではあるわけですけれども、あの官邸っていうことで言いますとですね、最後に一言だけ、官邸ってことになってくると、これはあの私もちゃんとした研究ができてないのであのあれなんですけれども、やっぱりあのこの後もですね、あのまたいろんな省庁をご覧になっていくっていうことなので、あの一応その、まあ、私の今のところの見立てということで共有させていただくと、まあやっぱり例えば自治省なんていうのは、自治省の系譜っていうのはやっぱり相当力を落としたと思います。あの総務省という無理な枠組みで入れられて、でだからまあ、で菅さんの影響力がかなり強いわけじゃないですか。ふるさと納税みたいな問題の多い税制もあの飲まされて、だからこれあの地方税制をずっとやってきてた自治省の中の一番のエリートって税制やってる人たちですから、でその人たちからすると多分ふるさと納税なんていうのはもう受け入れがたい、およそ税の公平性に反するですね仕組みなわけですね。でそういうのをだから政治的な圧力でご利用しで菅さんに飲まされちゃうっていうのがあったりとか、でさらにその菅さんは放送行政とのあれで例の秋田新社の件ですか、息子さんが出てきたりとかってありましたけれども、あの山田マックスって言いましたっけ、あの全部飲み会に行く女だって言ってた人ね、ああいうような具合でその郵政系の郵政省とあの自治省がむちゃくちゃな組み合わせで一緒になるわけですから、でマイナンバーなんかもそうなわけですよね。地方自治体の情報とその郵政というかデジタル化っていうようなことでやっていくわけですから、そういうようなことで総務省が、まあ、かなり大きく関わっていくっていうことになっていくわけですが、そういったような具合でやっぱりあの新しい省庁の枠組みになって自治系っていうのも相当あの昔はですね、あの総務省ができた当初は私もしばらく注目してたんですが、自治官僚の方がほとんど事務次官になってたんです。つまり郵政省と自治省なんて比較にならないぐらい自治省の額が上だったので、あのそうだったんですね。あのもっと言っちゃうと郵政省っていうのは戦前の逓信省ですから、戦前の逓信省が郵政省と電電公社に分かれてるんです、うん、でまあ KDD もそうですけど、あの KDD ははるかにちっちゃいですから、郵政省の中で優秀な技官が電電公社に行って、文官系事務官系が郵政省に残って、だから大きな郵便局だったわけですね、うん、だからそんなパッとした官庁じゃなかったんですが、まあ、しかしそのデジタル化の時代が、あの放送行政あるいは電気通信っていうのが急に80年代の終わりぐらいから脚光を浴びるようになって、政策官庁っていうふうに脱皮していくわけですけれども、いずれにしても官庁的な序列でいうと自治省とは比べ物にならないところにあったものなので、それで一緒になって最初は総務省の事務次官っていうのは基本的に自治省出身者だったんですが、まあ、最近はそうでもなくなってきてるというのがあって、まあやっぱり内務省の権威っていうのも相当落ちたかなというふうに思います。ただあのやっぱりこれであの見ても分かるように、あの警察官僚っていうのは今かなり我が家の春なんじゃないですかね。あのこれだけ官邸官僚だ官邸独裁だ安倍以降のその流れでいうと、勝ち組の官庁っていうのはこう見た感じ警察、経産省が最たるものですね。経産省はもうもちろんあのだから
今のそのグリーントランスフォーメーションだなんだって言いながら原発をね再稼働して60年だなんだってやろうなんていう無茶な話が通ってくるのもそうですけれども、あの経産省はこの間すごく強くなってます。逆にだから弱くなったのは財務省ですよね。財務省の頼りの宏池会出身の、あのだって宏池会っていうのは鈴木善子さんになる前までは大蔵官僚がずっと派閥の長ですからですよね。だって池田から前を大平と来て、それで鈴木さんが、まあ、あの大平さんが亡くなっちゃったから入るけれども、鈴木善子だとまた宮沢ですから、基本的に大蔵官僚の派閥なわけですね。でその派閥の末裔にあたるって言って威ってる岸田さんが後先考えずにお金使うことばっかり言ってるというなんていうのは、もうその大蔵省の先輩からすると、墓の中でのた打ち回ってる状態だと思うんですね。でもそういうイケイケどんどん後先考える路線っていうのはどっちかって言ったら通産省の系譜なわけですよ。でだからかつて岸信介がその商工省の中で革新官僚って言ってね、あの山っ気があるというか政治的な野心があってっていうのと同じように、通産省と大蔵省っていうのは長いことずっとライバル官庁みたいになりましたけど、戦後のかなり長い間はずっと大蔵省の方がはるかに上で、通産省っていうのはまあちょっと色物というかですね、山っ気があるようなところがあったわけですけれども、あの官邸機能が強化されて首相の権限が強くなっていくっていうことは、あのまあだから枝健二さんなんかあの橋本龍太郎の時の官邸にいてやってたわけですけれども、あの橋本行革で経産省がそもそも勝った、あのだって経済っていう言葉を通産省から経済産業省に変わったわけですから。で大蔵省という伝統ある名前が財務省ですからね、だからこれはあのもうとにかく官僚っていうのはそういう字面言葉人事っていうのが命かけてますから、大蔵省が財務省に変わる、その時に通産省が経産省に変わるっていうのはお互いの関係がかなり大きく変わっていくってことなんです。でその後経済財政諮問会議にしてもそうだし、官邸の中で経産官僚の力が強くなって、まあ今井隆也さんだなんだみたいな感じでですね、外交にまで手を出して北方領土帰ってくるんじゃないかなって調子に乗ってそんなことまでやるようになってっていうのが出てきたっていうと、やっぱり経産省と警察官僚が結構今あの上がっていって、内務系もそうだけれども大蔵省系も相当弱くなったんじゃないかなっていう感じがしています。すいませんちょっとオーバーしてしまいましたが、あのおしまいさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。霞ヶ関の霞が消えて、ね、いろんなことが見えましたね、今の話でね。皆さんから、まあ、あの答えた時間に3年30分ぐらいですけど、ご質問ないし、ご意見あれば手を挙げてください。で、身近にね。アメリカ の、 その鳩山内閣の時にあの、アメリカの主導によって沖縄のね、あの基地問題ありましたけど、この官僚問題は、アメリカの先ほどあのお話によると、真っ向から違うっていうようなご意見でしたよね。ということは、アメリカからすれば、どういうこの保守体制に対して、あの主導権っていうか、アメリカを持っているのか、その辺を少し教えてください。アメリカと全く真っ向から違う。真っ向っていうか、アメリカの、あの先生はじめに、あの国家権力とそのああ違うというはい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 、そうですね、あのアメリカの保守主義の話とちょっと置いといて、つまりその鳩山政権ができた時っていうことで言うと、その、あの時はもうそれオバマですよね。で、あれはだからそのウィキリークスに出てますよね。あの日本でも一部報道、朝日なんかはちょっと報道してましたけれども、今でも探せばあのウィキリークスで出てきますが、日本にあるアメリカ大使館からホワイトハウスとか国務省に電報を打っているのがあの流出していて、でそれを見るとそのいかにですね、日本の外務官僚があの鳩山を甘やかすなということをアメリカの官僚というか外務省の人、国務省の人たちに告げ口に言ってるっていうのが出てるんですね。だから
まあ、かなりやっぱりすごい話だと思いますよ、あれは。あのつまりそのアメリカの意向っていうこと以上に、あのまあ、ちょっとですね、その、辺野古の基地 の, そのああいう形で鳩山政権の失墜につながっていったっていうことでいうと、あの、まあ、いくつかあると思うんですけど、一つはアメリカは民主党政権ができる準備を私の知っている限りはしていなかったんです。あのというのは、あの私こう見えても英語を喋るのでそれでその日本 の, その在京の大使館との付き合いも結構あるんですね。あの昔ほどじゃないですけど、今はもう完全に反政府認定されてるからあのまあちょっと違った感じになってるんですけど、でもだからあのアメリカの大使館とも付き合いがあったりしたし、あのイギリスとかヨーロッパの国ともまああったりするんですが、その時にあのある意味興味深かったのは、あのヨーロッパの国の大使館とかですね、シンガポールとかああいうところは民主党政権になって何がどう変わるんだろうっていうことで準備してたんですよ。で私なんかもイギリス大使館に呼ばれて、あのヨーロッパのいろんなところの政治部の人たちが来て、あの民主党政権で何ができるのか、逆に言うとですね、政権交代が起きたらこれまで自民党政権とは何にも動かなかったあの地球温暖化のことだったりとか、あるいは ODA を増額させるとか、そういうようなことについて民主党の方が期待できるんじゃないかということで、共通にできる部分っていうのをあの知りたいし、何をどう準備すればいいのかっていうのをやってたんですね。でそれがしかしあのアメリカ大使館は多分全然そういうことやってなかったんですね。でつまりそのアメリカ大使館からすると、自民党との関係で民主党というのは、まあ、そもそも小沢さんがああいった形でやっていたこともあるし、あるいはその最低でも県外っていうことを鳩山さんが言ったりしたこともあって、かなり不快に思っていた、ね、で東アジア共同体とか言っていて、でさらには日本の自民党も官僚もあいつらろくでもないって告げ口をしてくるから、それで多分動きも取ってなかったし、まあ、典型的にその宗主国が属国に対してその変わろうと何しよう関係ないよと思っているところもあったんだと思うんです。だからあの私なんかものすごい失礼だと思うんですけどね、日本という国に対してそういう準備を全くしてなかったってことは。でしかし現実としてはそういう準備を全くしてないで、いわゆる日米安保村でがっちり固めていて、それでだからその鳩山さんが来ても、まあ、空振りをしてどんどんあの自滅していっちゃったっていうことがあったと思うんです。でその時にそのアメリカの側が冷たい態度を取っていただけではなくって、その外務官僚まで積極的にその動いてたっていうことが出ていて、その後もその外務官僚たちは結局出世していってるわけですね、うん、でもちろんだからあの岡田外務大臣の下で日米の密約とかも明らかにするっていうようなこともありましたから、アメリカがやっぱりいろんな意味で嫌がってたんです、うん、でそういう状況の中であのそういうのがありました。はい、お答えになってるだろう。いらっしゃいますか。大変貴重なお話ありがとうございました。あの2つあのもし時間があれば2つほど聞いてできると思うんですけど、1つはですね、まあ、これほどあの情けない、まあ、国家保守主義というんですかね、まあ、はっきり言えば反動ですよね。もう本当ですから戦前の天皇制の、まあ、天皇制ファシズムの時代がずっと続いてる、まあ、基本的な体制がですね、あの例えば占領軍の中によっても例えばあの追放だとかその期間が非常に短くてですね、朝鮮戦争が来たってあまりにもその、まあ、やっぱり、まあ、あの民主主義に行くべき時間が短かったということがですね、まあ、ことがついてるわけですけども、そのなぜここまであの長く続いちゃったんだろうかというのが一つですね。それであともう一つ言うと、これはお時間があったら結構なんですが、今のご質問の方とも関係するんですが、あのアメリカもですね、でまあ、アメリカの政権は全部いいとは思いませんけれども、あの日本の外交に対してですね、かなり歴史的にとってなんかに対してもあのミャンマーの問題に関してもね、日本は全然動かないわけですよね、あの軍政に対してね。でそれに対しては相当やっぱり不満といいますかね、あのなところもあるんじゃないかと思うんですよ。でつまり日本はあのミャンマーに対する、まあ、色々的に今までの財政的な支援って相当大きいんだけれども、相当大きく していながらですね、全然動いてないと。これはアメリカの意向と全く違ってるわけで、この辺との一体これがちょっとあのアメリカとしてどういうふうにいくかを考えていくんだろうと、もし時間があれば結構ですけども、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。
最初にちょっとすれば言い忘れたことがあって重要な点だと思うので、ちょっとおっしゃったことの中で本題のところではなかったんですが、皇室との関係ということで言うとですね、先ほどそのお見せしていた資料の中でもそうなんですけれども、私はこの今の宮内庁の人事とかを見ているとですね、やっぱりその何て言うんですか、日本のその国家保守主義って言ってもいいし、まあ、反動的な右翼的なその政治形って言ってもいいと思うんですが、皇室の尊重って言うじゃないですか。だけどやっぱり皇室との溝っていうのはすごい深まってるなっていうのは感じますね。つまりその昭和天皇の時まではある程度同じ方向を向いてたので良かったわけですけれども、平成天皇になってからっていうものは、まあ、今もそうなのかもしれませんが、そして生前退位っていうことも含めて退位っていうことも含めて、やっぱり保守側からするとすごい嫌なわけですね。つまりその天皇っていうのは彼らからすると機関なのであって、国家の権威なのであって、人間ではないから年取ったから辞めるとかってありえないわけですよ、ね、うん、でそれがただその平成天皇っていうのはそのヨーロッパの王室みたいに日本の皇室をしたかったんだと思うんですね、うん、でそういうような状況の中で NHK の放送なんかもそうですけれども、あれはだから完全にコミュニケーションのチャンネルが崩れてるからああいうことやっちゃうっていうのは、だってあれ天皇がどう考えたって政治的な行為しちゃってるわけですよ。自分でそので、本来であれば内閣を通じて天皇がそういう意思があるんであれば、内閣の側がそれで動いて法律を作るなら作るし、変えるなら変えるっていうことをやらなければいけないのが、安倍との間で多分もう超えがたい溝があって、お互いの不信感があって、安倍たちの側からすると思いの通りにいかなくてアメリカかぶれで自由民主主義みたいなそういうことを思ってるらしいというか、象徴天皇制を好んでいる人と、それとそのこっちを使いたいと思ってやってて、ちょっと嫌だと思っているところがぶつかってたっていうのはあるんだと思うんですね。でそれがだからその宮内庁の人事を見てもですね、やっぱり出てきてるのかなと思うところっていうのは、警察の人が今西村さんっていう人がなってますけれども、警察の人がなるのもやっぱりすごい久しぶりっていうのがあるわけですね。でもともと前に鎌倉定美さんっていう人が一回やってただけなんですけれども、でこの鎌倉定美さんがやってたっていう以外はないのであれなんですが、その次にですね、ちょっとすいません、ページめくって池田健二さんっていう人が自治省から来ていて次長をやってるんですけれども、この人が普通だとですね、次長っていうのをご覧いただくと名前がこうある宇佐美武史からある中で、内務省とかってたまに書いてありますよね。書いてなくて白くなってるところっていうのはこの後長官になってるんです。だから経歴書いてないんです。で逆に言うとこれで経歴が書いてある人たちっていうのは次長止まりだった人なんですね。で途中まで次長止まりの人が交互に出てたんですが、2000年を最後にして金積みな長官になるっていう形で次長をやってその後長官をやるっていう人事慣行に変わってるわけです。でそれがしかし今回ですね、池田健二さんっていうのが出てきて、この人は明らかに格下というかですね、局長もやってないわけです。総務省の大臣官房審議官というポストは局次長の位置に当たりますから、中二階ってやつで事務次官でもなければ局長でさえなくてその下なわけですね。でその人が次長になるっていうのは官庁的にはとても低いわけです。で普通で考えたらじゃあこの人は次長止まりでじゃあ長官にならないのかなと思うんですが、普通はもう長官にするように今なっているので、長官にしちゃうつもりなのかなってちょっと思うわけですね。逆に言うとだから宮内庁とか皇室のことについてもうこいつら知らんとあんまり役にも立たないし、何かをしようって気があんまりないのかなっていうのはちょっと見てて思うところです。でそれはだから日本の今のその右派の思想っていうものが形式的には皇室っていうことは言ってるんですけれども、まあそういう感じにはもうなってないなっていうのが皆さんも思われるところだと思うんですが、で別にこれ皇室がだから素晴らしいとか民主化されてるとかっていうのは全くないんですけれども、いずれにしてもちょっとかなり乖離が出てきてるかなというふうに思います。それでですね、なぜここまで続いたかということの本題っていうことで言うとですね、多分2つ大きな歴史的な転機があって、でこれを考えるときには私は西ドイツとの比較っていうのがやっぱり役に立つと思うんですね。
つまり戦時中その ああいうことがあって、その後どうして日本西ドイツの方が例えばナチスの責任の追及だったりとか民主化が進んでったりとか歴史修正主義が食い止められてきているかということで言うとですね、何が違うのかなというと多分2つ大きな点があって、1つはまずそのこれはもう言ってもしょうがないんですけれども、日本の場合には下からのファシズムじゃなくて上からのファシズムなんですね。つまり何かと言ったら、その長州藩とかだから陸軍とかもそうですけれども、もともとエリートだった連中がファッション化していくっていうことになるんです。ナチスの場合には伝統的な保守エリートではなくて、外から、まあ、絵描きになろうとして失敗したヒットラーが、まあ、ならず者の軍団をナチスという政党を作って、それで政権を、まあ、選挙と暴力で掌握するっていう形になったんじゃないですか。そうするとですね、戦後じゃあどうするかっていった時に、しかも冷戦の状況でどうするかってなった時に、アメリカ側からするとナチスの場合にはナチスを除去するっていうことができるわけですね。それでその時に あれですね、名前が出てこない、アデナウア、西ドイツの最初の、まあ、吉田茂みたいな存在になるわけですけど、彼はだからキリスト教民主同盟で伝統的な保守なんですよ。ナチス化しなかった。それでケルンの市長をやって、もうナチスの間は官職に追いやられていたという人だったわけですけれども、そういう人を持ってきてもう一回国政を担わせるっていうことができたんですが、日本の場合にはパージを全員しちゃって、文国主義とかかってた人は全部パージすると、統治した経験になる人がいないわけですよ。うん、つまり外から来てるわけじゃなくて、もともと権力握ってた連中がファッション化しちゃったから、それ以外に権力を使うっていう経験をした人たちっていうのは基本的にいないので、まあ、せいぜい吉田茂なわけですよ。要は親英米派だっていうことで、まあ、ややその外にいたというだけの話なわけで、まあ、ただ吉田の親政としてはね、彼は総理大臣になっても親茂っていうふうにサインしてたって、親って親民の親ですね。つまり天皇っていうのを戦後になってもそうやって自分は首相なのに自分は親民であるというふうにわざわざ思うぐらいの人だったわけですけれども、そういうそのことがあったので、やっぱり継続性がそこでできちゃった。で、西ドイツの方がナチスとの決別っていうことを一回やりやすかったっていうのが戦後の直後にあったと思います。で、ただもう一つは何かといったら、やっぱり60年代からの戦後世代の、まあ、皆さんももしかしたらその声に当たる方もいるかもしれませんが、戦後世代の戦後生まれの人たちがそのベイビーブームの世代だったりとか、その民主化を求めたり、自分の父親やおじいさんの戦争犯罪をと向き合わなきゃいけないということで、左派がこう上がってくるわけですね。だから日本もだから革新自治体とかにはなったけれども、結局佐藤内閣が続いちゃったと。だけれどもドイツの場合には社民党がキリスト教民主同盟との代理連立を経て、それで最終的に60年代に政権を取るわけですよね。で、そうするとあれですよね、首相がワルシャワのゲットでひざまずいて、その謝罪をするというすごくシンボリックな強い写真が撮られるわけですね。うん、ブラント。で、そういうですね、そういうような形でやっぱり60年代から、あの時にもし日本がですね、政権交代につながるような動きになっていっていれば、ちょっと歴史は違ったんだろうなっていうのは思いますね。やっぱりそっち側から来た、もちろん社会党にしたって何にしたってその時だってそれは完全なことはないかもしれないけども、しかしやっぱりもっとですね、戦争犯罪だったりとか戦前から続いている統治エリートの慣行だったりとかっていうのに対して、これ何なんだっていうようなことはおそらく行われたと思うので、あそこはそこで重要な転機だったのかなというふうに思っています。でも先生、結局逆コースが結局起こるんじゃないですか。どこで結局そういうふうにおっしゃっても逆コースで結局めちゃめちゃやられちゃうんじゃないですか。日本は、その後、まあ、っていうかそもそも1960年代にあの流れから政権交代に行ったっていうこと自体がフィクションですから、その後どうなったかっていうのはちょっとわからないですけどね。ただだからやっぱりその日本の場合はまずそのナチスが外から来て、それで、まあ、それをある意味除去すればよかったっていうのに対して、やっぱり上からだから
あの 病理がさらに深いというか、ね、ずっと続いてる。そうそう、続いてるから。だからあの2009年から その民主党政権もそうだと思うんですよ。あの1回の政権交代で掃除ができるほど簡単な国じゃないから、うん、だからそれはもうその次にね、今は全然見通し立たないけれども、政権交代ができたとしたって、そりゃまあまた同じようにやられちゃうと思うんですよ。だけどその時にどれだけ我々が頑張って押しとどめて、次につなげてまたやってっていうことができるかどうかで変えていくっていうふうにしない限りは、あのだって山口県すごいですよね。長州藩、うん、特攻とかみんな生み出してるのはみんなあそこです、まあ、それもそうで、まあ、靖国もそうなんですけどね。あのっていうのは国家神道 その神道 あの伝統っていうのはあれ長州藩の伝統ですから、あの靖国のあれはメインストリームの神道じゃないですから。で、まあ、いずれにしてもそれで山口でやって、なんで今小村の小村雅彦の息子と岸信千世と、それで今あの、まあ、安倍のあれ後継者の吉田がいて、それで亡くなるから今度林の4つの選挙区が3つに変わるけれども、3つになったら今度だから小村とあの岸と林、うん、安倍が亡くなったけれども、その3つでもう全部世襲のあれでしょ。だから未だに長州藩が支配しているような国なわけじゃないですか。まあ、だからやっぱりそれは、うん、諦めるわけにいかないから、やっぱりまた何度も何度もやっていくしかないんじゃないですかね。はい、すみません。お二人ね、あ、すみません、手短にお願いしますね。今の先生の、はい、あのドイツと日本の比較して60年がどう、あの彼のどう変わったかという問題ですけども、あの先ほどあの田中さんからの一族最後が物語にあるけど紹介ありまして、私も見たんですけど、やっぱりあの学生運動を中心にしたあの運動、68年以降70年にかけてかなり盛り上がったんですよね。で日本の場合はかなりあの社会と進行されて、無心社会としてもかなりイデオロギー的にはかなり鮮明なものがあったと。でドイツと比べてどうかという問題もあるんですけども、にもかかわらずあのドイツではあのキリスト教民主同盟さえあの社民党系が克服していったと。それであの裁判所も司法改革もあって政治改革もあったと。日本はそれに対してどちらもできなかったというのは、やっぱりあの基本的にあのイデオロギーの精鋭さではなくて、市民社会自体の自立性、自立した市民が集ってなかったところが、あの私なんかに一番大きな根本の原因になって、それは実は現在もそうでは続いているって気がするんですね。で現在の左翼もかなり立派なことを言ってるんだけども、その実あのその構成員の自立性と実性はあまり認めていない。でそのことが今の政治状況に非常にあの実は一番最大の問題じゃないかって気がしてるんで、あのその点はどうなんでしょう。お隣の方も続いて、はい、聞こえますか、はい、であのちょっと変わった質問なんですけど、あのいわゆる今の憲法下であの敵基地攻撃能力3文書ありますね、42兆円そしてあの沖縄の方に全部ミサイルをやるというようなあの予算もそれからあの規模もそして、日米安全保障体制の下でブラックボックスの中で防衛官僚とかあの制服、これはどういうふうな流れになっているんでしょうか。あ、はい、あの、ありがとうございます。最初 の、 あのドイツとの関係ということでですね、まあ、これあのなんていうんですか、その市民社会 の、 その、まあ、自由を求める自立したその市民がどれだけいるのかっていうのだというと、それはまああの差があると思うんですよ。でそれはまあだって日本にとってはもともとはかなり外来の文化としてきたものなわけで、でドイツはでもただ逆の言い方をするとですね、ヨーロッパとかの発想から言うとあのドイツがナチ化したっていう衝撃があったんですよ、うん、つまりそのゲーテの国だったりとかですね、その要はあれだけ文化が進んで西洋文明のある種
まあ、中心地の一つであったのは間違いないドイツがナチスを生んだということの衝撃っていうのがあったわけですから、まあ、なんとも言えないですよね。でその結果ただもちろんナチスをこう排除していったりなんだというようなことで戦後の歩みっていうのはやっぱりこっちから見ると立派だな、あの日本ももうちょっとこうだったらいいのになっていうところは当然あるわけですけれども、うん、まあ、ただそれは日本の場合の方が始めたところが低いっていうのは当然あるのかもしれないですけれども、うん、まあ、ただそれは本当にコップが半分あの入ってるのか空なのかっていうのにやや近いところがあって私は、うん、まあそうだけどいいんじゃないのっていうぐらい、というか仕方がないかなと思ってるんですよ。その別にあのそうは言いながら遅ればせながらかもしれないけれども、まあやっぱり時間が経つにつれ、そして若い世代につないでいくにつれ、より自分たちの血肉としてその西洋初だったかもしれないけれども、その我々が大事だと思っている人権だったりとか民主主義だったりとか法の支配っていうような価値観を内面化して育っている人たちっていうのはやっぱり全体として見ると増えてると思うので、それはそのこれからっていうことでもいいんじゃないかなと思います。それでお答えになってるのかっていうのはなってるか分かりませんが、私自身はそんな風には思ってますんで、特にやっぱり今の若い人たちなんていうのはやっぱり結構その何て言うんですか、両極化してるので、一方でなんかすごい保守的なあの人たちって当然いると思うんですよ。だってとにかく生活不安っていうか職を得るのは大変だし、奨学金という名の借金を背負って出てきたりしますから、だからやっぱりもう出る杭は打たれなっちゃいけない、勝ち組に入らなきゃいけないなと思ってる人いますけど、逆にでもなんか自分の世代には全然いなかったなみたいな感じの声を上げるのが当たり前で、しかもその LGBT だったりとか入管法だったり人権問題にとってすごい敏感ですよね。個人的にはもうちょっと平和の問題も気にしてくれとかって思うんですけど思うんですが、まあ多分実感が湧いてないからだと思うんですけれども、そういうようなところで言うと、まあ、そんな捨てたもんじゃないなっていうところはあります。で、2つ目いただいたご質問のところで、そうですね、その今 の軍拡だったりとか敵基地攻撃能力を含めたその、まあ、再現なき軍拡だったり軍備増強っていうようなことで、そうですね、防衛省 の, その背広組、そしてその防衛省 の, その、まあ、自衛隊の制服組っていうことで言っても、私の印象だと総じて勝ってるとかそういう感じは全然ないですね。だから少なくとも今回の安保3文書と軍事費の大増額っていうのは防衛省とは関係のない政治判断、まあ要は安倍さんが勝手に約束しちゃったのを岸田さんも一緒に飲まされてっていうところから始まっているので、で安保3文書っていうのは日本の安保3文書が有名ですけれども、その前にアメリカの安保3文書っていうのが出てるわけですね。でそれに対してのお答えみたいになってますから、だからそういう意味で言うとやっぱりあくまでも対米従属の枠組みの中で出てきてる話で、だから総額が先にあって全然現場で積み上げた話じゃないというようなことで、いろいろとね、元自衛官の方とかでも文句言ってる人とかっていますよね。うん、でそれはそうなんだと思うんです。ただ私も何とも言えないです。一方ではだから防衛省や自衛隊から出てきた数字じゃないし、やろうとしていることではないっていうのはあると思うんですが、じゃあそんなに防衛省や自衛隊が素晴らしいかって言ったらそうでもないの でやっぱり結構怖いなと思ってるのは、今現場で積み上げた数字じゃないからっていうことから、自衛官の人たち、元自衛官の人たちとかが割とメディアに出てきて話したりするじゃないですか。それってどうよってやっぱり思うんですね。そのなんか現場に聞けみたいな話になって、いやそんなに自衛隊の意見大事かって逆に言うと思うところもあるわけですよ。いやだってこういうのが欲しいって言われたら、そうか現場では必要なのか買うって話にしていいのかっていうのが日本ではやっぱりあると思うので、ちょっとなんかこうその辺のマスコミの扱いっていうかあれがやっぱりいろいろ危ういなっていうふうに思いますね。なんか下手をするとそういう政治的な意思じゃなくって現場を尊重して、でまあ、それ一応戦争が始まったらね、本当にだって自衛官がなくなったのになんと不意不届きなことを言うんだみたいな、あっという間に私みたいな人間は炎上させられるんでしょうから、戦争反対なんて言うなんて
ね、それこそ不敬罪じゃないけど皇室じゃなくてむしろそういうところで攻撃されたり非国民だってなったりするっていうのがあると思うんで、うん、ただ現場で積み上げられたりとか防衛官僚が主導して一部でそういう人がいるわけですよ。セヒロ出身だったり制服出身で一部、まあ、名前が出てくるような人ですね、河野なんとかっていう人だったりとかああいうような人とかは結構やっぱり高見沢とかなんだとかっていうのはかなり政治化していて食い込んでいて日米安保ブラの中で一体となってやって進めてるってなると思うんですが、じゃあみんながみんな乗ってるかって言ったらそうでもないし、じゃあみんながみんなじゃあ反対するかって言ったらやっぱり上位下達の組織ですから結局基本的には物を言わないわけですよね。だから明確にそういうところで反対してるのは基本的にやっぱりだって柳沢教授さんぐらいしかいないわけで、うん、柳沢さんが信頼してたり期待してる人とかは中にもいると思いますけれども、じゃあ表に出てきて言うかって言ったらまあ出てこないですよね、うん、だからそれはやっぱりそれはだから背広組の方も相当弱まってるっていうのはあるのかなというふうに思います。ありがとうございました。すいません先生、最後にちょっと私からはい2009年に民主党政権ができたときですね、日本の政治ないし行政はですね、官僚の手のひらの上に乗っていて、自民党はそれで踊ってるだけだと、政治がですね、官僚に対して政治主導でもって政治をやっていくべきかというのはしきりに言われたんですけど、その後ですね、まあ、ご承知の通りで、その政治主導ということだけで言えば安倍になってからですね、本当に歪んだ形の政治主導になっちゃってるんですよ。この今後睨んだその政治主導の問題、官僚に対する、うん、これのお考えをちょっと、はい、ありがとうございます。すごく重要な質問で私も関心があるところなんですけど、ちょっと単純化しすぎかもしれませんが、行政改革とかですね、政官関係っていうと2つの流れがもともとあったんですよ。で単純に言っちゃうと小沢さんの流れと先駆けの流れなんですね。で小沢さんはもともとその要は田中派竹下派のど真ん中にいて最年少の幹事長をやってからそれで出てきてる人ですから、彼は政治主導っていうのは政治家主導なわけですよ。で普通の国日本で有名な日本改造計画っていうのを読んでもそうだけれども、それこそ大久保利通なんだって名前を挙げて、その要は政治家が日本の国をトップダウンで決めていくんだ、そのために小選挙区が導入されるべきなんだっていうような形でやるわけですよね。だから彼の場合は本当に政治家が官僚を統制するというのが民主主義のあり方で、それがまあイギリスのモデルっていうようなことで憧れていたということでだったと思うんです。それに対して先駆けの流れっていうのは、まあ、竹村さんとか後にその社民連から入ってくる菅直人さんとかもそうですけれども、基本的にその、まあ、鳩山由紀夫さんもそうですが、当選回数がまだ2回とかですね、まあ、菅さんはベテランの類であるわけですけれども、2回とかそれぐらいの人たちだったので、しかも派閥横断できてますから、だからあの時に新政党、後の新進党に合流しないで新党先駆けを作って、ゆくゆくは日本新党細川さんと一体になるつもりだったけれども、細川さんが小沢さんの方に引っ張られていっちゃったっていうのがあったわけですが、そういうその新党先駆けの考えていたものっていうのは、で当時提案していた政策なんかも違うんですよ。何が違うかっていったら、それは民主的な統制を強めるっていうことで、例えば官地から民地へっていう言い方をしていたりとかですね、だから官僚が支配する国からより私たち市民が情報公開を通じてだったりとか、あるいは行政監視委員っていうのを作って行政監視能力を高めてとか、そういった形で国会ももっと強くしてって言って、だから最終的に決算委員会っていう面白いものなんともないやつになっちゃいましたけれども、国会の行政監視機能も強めるべきだって、そういう発想だったんですね。つまり統治者の側からの政治主導ではなくって、支配されている側がこれは我々のもともと政治なんだという流れで来ていたというのが先駆けの方の発想だったというふうに簡単に言うと言えちゃうんですね。ところがで、これは私も菅さん知らない中じゃないから申し訳ないけれども、やっぱりターニングポイントは菅さんなんですね。何かって言ったら、さっきも言って薬害エイズ事件なんですよ。菅さんが岩波新書で大事って本出てますけれども、面白い本ですけど、厚生大臣やった時の経験に基づいて書いてるんですが、あれで権力を握ることの味を占めちゃったんですよ。つまり権力を握って大臣になると、官僚に命令を出すと、その命令の出し方がうまいと成果が上がるっていうことで、市民運動出身の市川夫妻を応援していた菅直人さんが、
ずっとこう来て社民連できたところが政権入りをして大臣になって、彼はどっちかって言ったら小沢さんと発想が同じになっていくわけですよ、うん、でどういうことかって言ったら、あの薬害エイズ事件でありません、資料ありません、私たち悪くありませんって言ってる時に、菅さんが官僚っていうのは漠然と聞いてもダメだから、お前この部屋調べろ、お前この部屋調べろって言うと、当たっちゃったやつがないって言えないから出てきちゃいましたって言うと、で出てきちゃうってわけですよ。それまでみんな漠然と あそこにあるんだろうなと思ってたけど、分かりませんって言ってたのが、お前見ろって言われちゃうとないって言えないから正直に言わざるを得ないわけですね。でそうやって官僚を掌握して成果を出したっていうところから、まあ、彼も代表になったりとか民主党になっていくので、だからあの民有合併につながっていく前の段階で民主党のその政治主導っていうのも相当政治家主導の方にすでに傾き出していってたんです。でその結果政権を取る頃までには基本的に小沢さん流の政務三役が官庁に入っていって、官僚お前ら言うことを聞けっていうだけの、私に言わせると片輪走行になっちゃってたわけですよ。でそれはそれでもちろん大事なんだけれども、マニフェストで書いてあるからお前ら言うことを聞けって1回の選挙でやって変わるほど日本の国は単純な国じゃないっていうか、だからさっき言って国家保守主義はもう根強いので、だから そんな風に簡単にひっくり返るものではないから、でそれはだからやっぱり草の根の側と連携をして両側でやっぱりやるし、こっちも向こうがフラフラになっても頑張れしっかりしろって叱咤激励して、ちゃんと支えるっていうことをしないと結局もう総崩れになっていっちゃう。こっちはこっちでなんだ野田政権ふざけるなんて、まあ、当然なりますよね。それでもうバーってガタガタガタっとなっていっちゃったっていうことになりますから、だから私もこの間市民連合と変わってる野党共闘って言ってても、もうとにかく砂の城だってなんだって、とにかく次に政権交代を作るときには私たちが作ったもので多少フラフラしたり大変でもそれはもう支えるよって、でもちろん崩れるときは崩れるだろうけども、それでももう一回またやるよっていうぐらいに市民社会の側と連動する形で政治家の主導っていうものもやっぱり動かないと、どっちかだけじゃどうにもならないと思うんですね。でだから私は民主党政権っていうのはあれは政権交代ではなくって政権党交代だというふうに言ってるんですよ。頂上作戦、党だけが変わったけど、与党は変わったけれども官僚制だとかマスコミだとか日米安保ブラザーっていうのは変わってなかったわけだから、でそこだけ入っていってお前ら言うこと聞けっつって聞かなくてもうわーってやられちゃったわけですよね、サボタージュを。だから次やるときはちゃんとその社会に根ざした形で政権交代をしないと、次にもうパンチがバン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 来たときにあっという間にグラグラになって同じことになっちゃうというのがあるので、そこはだからやっぱり我々の運動が問われているところでもあるのかなというふうに思います。まあ、それだけ大変なわけですけどね。つまり頂上だけ取るっていう方が不動票を見て、ね、維新みたいにやれば票が伸びるのかみたいな、そういう軽薄なやり方をすればいいわけだけど、そうじゃないわけだから、もっと面倒くさいし、まあ、今のところ全然うまくいってないわけですけれども、ただそういうような形でやっていかざるを得ないんじゃないかなというふうに思っています。どうもありがとうございました。最後にお話しします。先生どうも今日は本当にありがとうございます。お忙しいところますますのご